おはようございます。本日はあ、孫さんこんばんは。おはようございます。え、どこにコメント出てるんですか？今そこにちょっとちらっと出てるんですけど、右下に。右下？あ、岩井誠さん。いつもありがとうございます。おはようございます。今日は、はい、前回その Q さんが、はいはい、出てたじゃないですか。はいはい、一応見させていただいて、はいはい、勉強になりました。勉強になっちゃった。そう、木曜日のよりの使者は、うん、もうちょっとダラッとした方がダラッとして、そうですね。ちょっとふわっとした感じでやんないといけないですね。そうですね、はい。そう、なんかちょっと得意な方ですよね、でもね。ふわっとする方も。ふわっとする方が得意です、本当は、本当は。はい。なんか一応、人の番組だから無理したい。ゲスト MC ということで、はいはい、どうもーとかやってたんですけど、はいはいはい、そういうんじゃないんですよね。そうですね。はい。わかりました。ああ、若木のゴリラさん、どうも。はい、ありがとうございます。シングアンの勇気。だからね、はい、2画面で見ていただかないとね、うん、視聴者数が増えませんのでね。なるほど、はい、お願いします。お願いします。今日もよろしくお願いします。あ、姫おはようございます。姫おはようございます。そうです。あ、姫おはよう。あ、おはようございます。おはようございます。今日はね、忘年会ですから、はい、姫もね、後で姫も飲めちゃう感じなんですか。姫もあ、姫飲むんですか。酒飲むんじゃないですか。え、うん、泉さんのお店で飲んでた。そう、姫かもって声が聞こえますけど。今日も一つよろしくお願いします。お願いします。ルイ君なんか一人で飲んできたから、はい、だからテンション低めなんですよね。低いですか。 あれかゆったりバージョンか。あ、今日はちょっとあんまり上げないでいこう、うん、上げないでいこう、はい、もうなるべく抑えめで。あ、なるほどね。い、上げろって言われたらすぐ行きますよ。あ、わかりました。今のところそれで。じゃあ乾杯しましょうか。はい、今日はです。ありがとうございます。よろしくお願いします。おはよう。おはよう。あ、おいしいな。やっぱ入ってなかったけど。いやいやいや、あれやりました。何、ジャッジアイズ。え、ジャッジアイズ何それ。ああ、キムタクがごとくですよ。やりたい、もうやりたい。めちゃめちゃ面白いですよ。あ、レオさんこんばんは。あ、こんばんは。やりたい、もうやりたい。もうキムタクがコンビニの中で看板振り回したりするんですよ、ネオンの。もうめっちゃかっこいい。キムタクが暴れまくるっていうだけで面白いじゃないですか。はいはい、面白い。絵が面白い。やりたい。もうだから、そのネット上とかでも、もうキムタク大喜利みたいな。そのキムタクがこんなことしないだろうみたいな画像を写真して、写真撮ってアップするみたいな。ああ、なるほどね、うん、なるほどね。めちゃめちゃ面白いですね、もう。ああ、やりたい、うん、じゃ最近ね、はい、これでも言いましたけど、はい、ちょっと復活しまして、ファイナルファンタジー14オンラインなんですけど、はい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 、あれをちょっとあれにはまりすぎて、はい、もうやらなくちゃいけないゲームを全部置いてきてるんですよ、はいはいはい、レッドデッドリデンプション2が本当やりたいんですけど、はいはいはい、で、リュウの言ってるキムタクがごとくもやりたいし、はいはいはい、でもリュウがごとくはもう全シリーズやってますね。やってます。北斗がごとくとかも、北斗がごとくもやる。全部やってますね。全部やってます。ジャッジアイズはもう絶対、あ、もう絶対でしょうね。絶対通るじゃないですか。まあ、絶対やります。とにかく絶対やります。はい、いや、もうそうですね。もうクリアしてないでしょ、まだ。まだ、あ、そうですね。まだ途中ぐらいですね。うん、全然、はい。いや、ぜひ一緒にこう。キムタクのことの話したい、話したい、ね、あんまりこう大人になると、うん、ゲームの話で盛り上がれる人ってあんまりいないね。いないね、うん、ちょっとキムタクがごとくの話をしたいなという、うん、俺パパがさ、はい、このここによく出てくるパパいるでしょ、はい、パパがファイナルファンタジー14やってたらしくて、はい、実は。ああ、そうっすよね。そうそうそう、なんか言ってましたね。でサーバー移動してもらって、はい、今たまに一緒にやるっていう。ああ、楽しいですね。ちょっとそういうの楽しいですよね。もうめっちゃ楽しいですよ、はいはい、そう、キムタクがごとくなんですよ。面白いですよ、本当に。いやいや、もう僕はもう、はい、もともとキムタクファンなんで、はいはいはい、キムタクのものは大体、ドラマもキムタク。キムタクも好きだし、龍が如くも好きだし、うん、そうそうそう、両方来てるんで。すごいですよね。なんだろう、カレーライスみたいなもんですよね。カレーライスみたいなもんじゃないですね。カツカレーじゃん。カツカレー、そう、カツカレーです。カツカレーが言いたかったのに、カレーライスしかもう出てこない。ね、もう、福神漬けそんな好きだったもう酔ってますね、俺。カツカレーって言いたかったな、うん、一発目でカツカレーって言ったら今気持ちよかったですよね、はい、カレーライスじゃなかったの、ね、ルーと米って別に米俺そんな好きだけど、いや米好きですけど、ね、好きだけどそうなんです。ニコラも放送してるしね。あ、始まりました。あ、ちょっとタイムラグありますね、やっぱりこれ。そうだね、生の方は。
なるほど。今日はでも忘年会という形で、そうですね、あれなんですね、今年最後の放送になるんですね。そうです、うん、あれですよ、もう1月何日ですか、木曜日、今度分かんないです、やりますからね。え、1月多分4日とかじゃないの、3日、3日とかやりますからね。マジっすか。3日やりますよ。3日家族で集まる予定が、あ、じゃあルイくんちでやろうか。じゃあちょっと待ってください。え、高橋家がもう、高橋家でやろうか、高橋家全員3日に集まる、高橋家でやろうか。いやいや大変ですよ、一番上の兄貴の家ですよ、だって。うわ、初対面じゃん。ボケた母ちゃんと、アミちゃんこんばんは、お父ちゃんとかもいますよ。あ、そっちか。何やるんですか。いや、3日ちょっとあれですよ、危ないね。あ、3日ちょっと危ない、ね、1年に1回しか集まんないですよ、高橋。危ない、あ、はい、そうなんだ、危ないね。そのちょっと話し合う必要がある、ね、そうですね、そうですね、うん、3日はなかなか、はい、何か足りないと思ったら時計がないですね。サイド先生、時計ありますかね。ああ、でも出ても右下に出てます、ね、ああ、見えてる、一応見えてるね、軽く、はい。でもいつもあるところにあるものがないと不安になるっす、ね、ああ、そうそうそう、あ、これで確認してるっす、ね、そうそう、いつもそこに、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません。なるほど。いやー、そうか、でも最後か、今年。さっきのちょっと話なんですけど、はい、よくルイ君キレられるっていう話あるじゃないですか。あ、ありますね、はい。なんか、はい、はい、さっきっていうのはここの始まる前の話、前、そう、始まる前の話で話してた、はいはい、ルイ君よくキレられるじゃないですか。キレられますよ、もう。あ、それやっぱね、止め方が悪いんですよ。はい、あ、なるほど、はい、っていうのが、はい、あ、ちょっともう多分何の話してるか全く分かんないと思う、はい、どの件ですかそれ。いやいや、だからそのさっきの件は、はい、俺が言ったやつじゃん。だからその、はい、誰、サイマンとミツが喧嘩してるって、はい、いや、それは喧嘩してるから、はい、俺が、はい、まあ、あの二人なんか喧嘩してるから、はい、このテキーラ飲ましてこいっつって、はい、ルイがテキーラ持ってたんでしょ。そう、まあ、ざっくり言うと、みんなで旅行に行ってサイパンだったんですけど、うん、サイパンで、知り合い2人が喧嘩してると一緒に行った、うん、でそこで喧嘩してるから、ルイちょっとあいつらなんかこんな楽しい旅行で喧嘩してるから、ね、うん、喧嘩してるからテキーラを2つ持って行ってあいつらに飲ましてこい、これで仲直りさせてこいって言うんで、うん、じゃあ、あ、旅行ですって言ってテキーラ持って会って行ったら、なんか、あんだお前っつって俺殴られたんですよ。裁判にね。はい。斎藤さんに、あの斎藤さんに殴られて。いやいや、これは俺悪くないと思うんだよな。それはね、俺のチョイスミス。それは、いや、そうっすね。それは確かに俺のチョイス、俺のチョイスが悪かった。テキーラは違うな。喧嘩してるところにテキーラ。喧嘩、わーって喧嘩してるところに、まあまあまあって言って持ってた。まあまあまあってなりますよ、なりますよそれ。いやだからそれだけじゃなくそれだけじゃなくて俺がそれ言ってんじゃなくて、はい、それ普段なんか俺飲んでる時にさ、なんか言い合いとかになってる時に喧嘩してる2人がいるじゃないですか、はいはい、その2人を止めて、止め、なんか よくその片方とよく止めに行けようっていう感じに なるんですよ、なるし、でその片方と喧嘩してるよ、ね、はい、喧嘩になるんですよ、もう必ず止めた人と喧嘩になるそれ。なんなんすかあれ。あれなんだろうね。俺は止め方が悪いと思うんだけどね。どえ、関さんだったらどうします。もうそのベロベロですよ相手は。もうだからそれあれによるよ、その、はい、もろ後輩とかだったら。ああなるほど。はい、なんか違うす。この間もうちの店で喧嘩あったんですけど、はい、もう違う論点で。どういう。違う論点でもう怒っちゃうっていうこの間は。あ、逆に怒っていくってことですか。そうですそうです。どっちがいいとか悪いとかはもう置いといて。聞かないですよ。話も聞かないですよ、うん、俺の店で喧嘩するんじゃねえ、あっていう違う論点から、あ、なるほど、違う論点から言って、うん、だ どっちがどうとかいいから、うん、もう外でやってくれ、はいはいはい、で外に行くときに俺もついてって、はい、まあまあまあってやるんだけど、なるほど、あ、そういうことか、そう、違う切り口から、俺の前で喧嘩するんじゃねえじゃちょっと話変わってきますよね。そうでしょ、俺の店で俺のお店で俺の店の客が喧嘩してるんだから、店だったらいいっすけど、俺の権利のあれだから、俺の前で喧嘩するんじゃねえよっていうのは。っていうとちょっと違うね。なんか、お前誰だって。そうだね。最初に変わってくるね。ちょっと話変わりますよね。うん。あれ？先日はありがとうございました。アミちゃん。アミちゃん、アイドもありがとうございます。シグナルで。はい、ありがとうございました。楽しいお話を。ありがとうございます。楽しかったですね。そうですね。はい。
もう難しいです。最近ちょっと俺心配なことが結構あって、はい、あの大体酒飲んでうわーってああいう話してるの楽しいんですよ、はいはい、楽しいんですけど、楽しんでるの実は俺だけだったんじゃねえかなって翌日になって思うことがよくあるんですよ最近。あ、もう鬱じゃないですか。あ、そうなんですか。これ鬱の症状。鬱じゃないですか。それ鬱。そんなことない。お前が楽しかったんだったら向こうも楽しい。これ鬱の症状なんですか。あれ？まあなんか、あ、そうなんだ。なんか次の日、あ、俺昨日酔っ払いすぎたな。あれでもなんかすっげえ昨日楽しかったけど、実は楽しかったの俺だけが。え、これ鬱の症状。危ない危ない。それもうちょっと進むと進行する。ダメなんだこれ。入り口入り口。ああ。入り口入り口。そんなこと結構最近多いんですよ。その、うん、なんか記憶なくなっちゃうんでよく、うん、楽しかったなで終わっちゃうんですよ。あ、なるほど。あ、ちっちくん、ありがとうございます。ですね。はい、うん。キムタクが、うん、キムタクが風俗。あ、そうそうそうね。うん、キムタクがヘルスで、ね、待ってる。コマーシャル行きましょうか。あ、行きます。はい、はい。今日ゲストもいるんで。あ、忘れてましたね。はい、はいはい。時計がね。はい。はい、じゃあコマーシャルお願いします。コマーシャルお願いします。東口を出て徒歩5分、ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK、 スタジオ内見学 OK。 あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル。はい、ただいま、はい、そうですね、真ん中ですね、まだ、はい、まだ行けますね、はい、そしたらゲスト今日言いましょうか。はい、今日はなんと、はい、あのフォーゼから出たフォーゼよりの使者来ました。あのフォーゼから、あのフォーゼから、あの、はい、ヒカルン、例の、例のヒカルン、そして、はい、問題人、問題人ですか、カルチャーノイズから、はい、あ、レゲエサウンド、レゲエサウンド、カルチャーノイズから、はい、スナフキンこと三つ三明君が、はい、はい、来てます。あら、二人同時に、二人でもどうぞ、はい、二人同時にどうぞ、二人でもどうぞ、どうぞ、どうぞ。お尻かじり虫、ふふふふ、お尻とお尻でお尻合い、ふふ、カバとカバでかわいい合い、イエーイ。俺は付き合いませんよ。ありがとうございます。全然付き合いませんよ。はいはいはい、こんばんは、ね、はい、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは、すいません、失礼します。はい、そうだろ、全力ハイタンボーイ、ヒーターだよ。なんか打ち合わせしたんじゃないの。してないです。え、教えてください。打ち合わせあったでしょ、時間あったでしょ。知らない。今始まったやつなんですか。お尻かじるし、私2人揃ってヒカルンズでーす。あ、それだけあった。そうそれだけ打ち合わせだったんです。はい、そうなんです。よかった。ヒカルン座ってくれないとね、姫がお酒持ってくる。水持ち、持ち持ち持ち。はい。お邪魔します。お邪魔します。こんばんは。キムタクがごとく。で、キムタクがごとく。すごい、なんかルーさんにめちゃめちゃコメント来てますね。ルー、あ、ルーさん、はい。ありがとうございます。そう、ルーさんに来てる。ルーさん、あ、そう、ルー君おはようございます。あ、はい、はい、あ、ね、この前あの、あ、はい、姫ありがとう。飲んだりとかして。あれ、姫今日機嫌悪いのかな。はいはい。姫ありがとうございます。年末ですからね。年末ですから、年末ですから、今日ね、年末スペシャルということで、はい、あのフォーゼから、そうですね。ヒカルン様と。来ちゃいましたよ。ドドドドドン。そうです、ほら。ありがとうございます。ですよ。はい、かの、うちはジョンポップからミツ君、白石君が、AK、またの名を、カルチャーノイズ、スナッキンが。出た。はい、昨日もひどかったですよ。レゲエ界の問題児。レゲエ界の問題児。はい。はい、レゲエ界の問題児なんですか。問題児ですよ。ギャラの3倍は お酒飲むっていうね。もらったね。そうですね。はい、イベント呼ばれるたんびに赤字になるという。あれですもんね。いるお客さん全員分テキーラ出したりとかしますもんね。まあそうですね。もうテキーラ全員分っていう。うん、フレーズが週一で出てる高田の裏が、まあ以前出てた高田の裏が、うん、大体1日 2,3 万ぐらいは使ってます。テキーラで 2,3 万ですか。テキーラだけじゃないけど、あ、そうなんですね、うん、飲んで
飲んで、いやいやいや、でも自分で飲むわけじゃないからね。そのみんなにテキーラ全員分って言って。優しい。え、王様？え、なんかテキーラ配って、テキーラの人あの、テキーラを、テキーラを、テキーラを。なんでメキシコ行ってましたよね。なんか、あの、一緒に一緒に。本場のテキーラが知りたい。そうです。いや、だから、だから、アメリカ人がさ、寿司、アメリカで寿司食ってさ、美味しい美味しいって言ったら、日本で食おうかってなるじゃん。日本のものだから。そういうノリですね。むしろ、僕飛行機降りたらもう赤い絨毯とかで、いつもありがとうございますみたいな、あ、いつも日本でテキーラを広めてくれてありがとうございますよ、なんかあの赤い絨毯から引かれるのかなと思ったら、そうですよね、え、伝わってなかったですか、国民の扱いのはずだよね、俺たちのテキーラ、誰も来ないねって話だね、伝わってなかったですか、全然伝わってない、テキーラがなんならパスポートの判決なくて帰り困ったんだ、なんか、やばかったですね、噂で聞くと帰れないかもってなって、メキシコ人はなんかテキーラをジョッキで飲むっていう、そうでしょ、あの生ぬるい、そう、生ぬるい、もうジョッキでまんまもう割らずにもうテキーラガーってもうチョコの、テキーラジョッキは俺も、はい、俺たちもそう聞いてて、はい、そう聞いててあのいろいろバーとかいろいろ飲み行って、はい、やってんだろうなとと思って、はい、あれ怒りましたテキーラ、はい、一杯どうですか、はい、一杯どうぞそれ、うん、明日早いから嘘でしょ嘘でしょ、明日早いからって東京の、それ聞いた、東京で聞いたこと、それ聞いたことある、東京で聞いたことある、俺それ何件かやったんだよな、一緒に仲良くなったあのやつら、やつとか一緒にもうテキーラな、俺らもガンガンやってるから一緒にやろうよって、俺もう今日調子悪いから、意外と次の日考えてる、トゥモローモーニング、アーリー、ベリーアーリー、ベリーアーリー、意外と勤勉なんですよ、やっぱりメキシコ人も結構綺麗好きで、え、だってメキシコむちゃくちゃ治安悪いんじゃないですか、噂で聞くと、あ、僕らが行ったのは、はい、いわゆる沖縄ですね、だから、あ、メキシコの中でも、あのカンクンっていう、はいはい、ハン君じゃなくて、ハン君じゃない、ハン君じゃないです、メモと違います、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 あのリゾート地ですね、だから、そのメキシコの中の、なんか話聞いてるとあれですもんね、メキシコあの警察署長誰にもなったら、うん、警察署長になったら殺されるから、うん、誰もなりたくなくて、うん、女子高生がなったと、クレジークレジーになる最終的に女子高生なら殺せないだろいや立候補で、うん、あのもう言った人がもうなれるんですよ、あ、もう誰もいないから、もう誰もなんないから、もう私がなりますって言った人が なってなんか女子高生がなっちゃった、その子すごいねそうなんだ、え、それみたいな、いや噂ですよ、いや俺も本当か知らないけど、カン君は、はい、メキシコの中でも、はい、それやっぱリゾート地なんで、はい、でメキシコの売り上げ、よくわかんないですけど、はい、メキシコを一つの会社としたら、はい、メキシコの売り上げの3分の1は、はい、カン君なんだって、はい、カン君の収入だから観光客の、はいはいはい、その収入で、はいはい、メキシコ全体が成り立ってるんだって、はい、観光客めちゃめちゃ来てるってことですか、もう一回言ってもらっていいかな、観光客わざわざめちゃめちゃ来てるんですね、そう、それでメキシコ人自体がカン君では問題を起こすな、なるほど、で、まあ、みんながそういう意識が高いらしい、はいはいはい、とにかく俺たちがあそこに人が来なくなったら俺ら生活できないぞ、もうできないと、はいはいはい、あそこに観光客が来るから、はい、あのそのマフィアの人たちですか、はい、わかんないですけど、はいはい、あれもとにかく、はい、あのカン君では問題を起こすなと、はい、え、つまり本当のメキシコを知らないそうですね。まあそういうことです。まあまあまあ、その上辺のとこしか。そういうことです。そういうことです。じゃあやっぱりあのぬるいテキーラをジョッキで飲んでる人たちは存在するかもしれない。本当に。あ、じゃあメキシコシティの方か。いや、その悪い方では、まあまあまあ、そのお金はなかったりとかするようなところでは、もしかしたら。だってあっちあれだよ。もう英語通じないんだよ。怖い怖い怖い。めっちゃ怖いですね。え、メキシコって何？スペイン語なんですよ。あのカン君は英語がある程度通じるんですよ。はいはい。で、あの街中で暴れてるやつもアメリカ人なんですよ、うん、なるほど、うん、いや、もうメキシコ人はここではやっちゃダメだから、そう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 、暗黙のルールもあるし、そうそうそう、はい、あんまやってないですよ、はい、チラッと見たけどな、はい、俺よりでかいさ、もう2メーターぐらいのでっかいやつがさ、はい、女を5人ぐらいこうやってやってるギャングみたいの、はい、見たじゃん、見た、はい、いで、たまになんかキャッチみたいなやつが、はい、フラッと寄ってきて、あ、どうもみたいな、なんか渡してるんですよ、こうって、はい、何かを、うーん、お金ですか、多分お金だ、多分、ああ、チップ的な、チップじゃなくて上がりじゃないの、上納金、上納金じゃないの、でその何ですか、あの黒人、白人、アジア人、黄色人、黄色人、はい、もう
全種類、全種類、全種類こうやってやって、やってるんですよ。すごいっすね。マフィアじゃないですか。なんかリトルは、イッツァスモールワールドみたいな。そうそうそう。あ、ムックリンさんも。あ、ムックリンさんこんばんは。レオさんこんばんは。はい、あ、マロッチだ。はい、ありがとうございます。ヒカル、皆さんありがとうございます。あ、髪型変えた？ヒカル。髪型変えてないんですよ、それが。変えてないの？変えてないはず。今日上下フィラだね。そうなんですよ。うん、今日、うん、あれ、あれ撮影行ってきたんですよ。PV 撮影。お、なんの？ヒップホップの。誰？ヒップホップのあの、クロさんです。クロさんっていう。クロちゃん。クロちゃん。クロさんっていうラッパーの方がいるんですけど、うん、それの PV 撮影に行って、楽しんごさんとかも、そうなんです、行って、はいはい、マネーオフダフロアっていう曲で、うん、2ヶ月後ぐらいにアップされるんですよね。ちょっとだけ、触りだけ歌って。歌えないよ。よよよ。ヒップホップの人。だだだだだよよよよよよよって感じ。ヒップホップを表すと大体よよ。よよってあるんですよね。あれ何なんですかね、よよって。あとこういうやつ。おへん。あとプチョヘンザ。ありますね。乾杯したっけ俺。してない。今日してない。まだしてない。してないですね。まだしてない。今日も結構減ってますね。はい。じゃあ今日よろしくお願いします。ありがとうございます。今年一年ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも。お酒を片手に見ていただければ。乾杯。いべ。あ、そう、クロちゃん、クロって言えばクロちゃん。はい。すごいですね。モンスターハウス。うん。はい。いや、僕まだ見てないんですよ、モンスターハウス。僕らしてるんです。いや、もう大好きで。あの豊島園に。あ、イベントが中止になったみたいな警察。あ、そうなんですか。あ、中止になったみたいですよ。あ、ニュースで見ました。いっぱい来ちゃって。ニュースだけで。何ですか？もうあのニュース見たんですけど、はい、昨日の放送を見てないから、うん、それ見たくないと思って、その詳細まで見てないんですけど。まあ、あの汚いやつでしょ、クロちゃんってあの。汚くないのか。グガスをガーって舐めたりとかする。汚い。あれ最強に面白いじゃないですか。嘘！面白い。最強に面白い。あれ面白いっていう人いるんだ。面白いです。あの不快感は、もうテレビであんな不快感味わえるなんて。なんか人間の悪の出るよね。誰ですか誰ですか。クロちゃん、クロちゃん、安田大サーカス。俺あれ苦手、もうすげえ具合悪くて。いや、多分みんな、みんな基本そうなんですけど、でもあの汚い部分ってなかなか。でも女性の口き方とかはすごく勉強になるなっていうか、いいなって思う。絶対真似しない方がいい。キモいよ。絶対真似しない。ベラベラ舐めんのはダメですけど、あのプレゼントとか。なんだっけな、俺なんかツイッターで誰かがそのクロちゃんの考察をしてるのを見て、あ、無料なんだ、そのクロちゃんの見るの。はいはいはい。あ、そうイベントね。あ、そのなんか中止になったっていう無料にしたとこだけ見たんですよね。へえ。はいはい。95% 許せないってわけ。あ、そうだ、思い出した。あのいや、その水曜日のダウンタウンのそうそうそう、あれで見たのよ。そう、スタッフのアカウントをフォローしてるんですよ、俺好きすぎて。で、言ったらモンスターハウスの住人全員フォローしてるんですけど、だからそれ見てたら、そのクロちゃんのやっぱすごいところっていうのは、その対外的にこのように見られるという、見られたら人にどう思われるとか、そういうのを 100% 無視できるところがすごいね。すごいね。もうこんなテレビで女の子のグラスをベロベロやってるなんて、もう嫌われる以外何もないんじゃないですか。そうだね、うん、これで好かれることって 100% ないのに、うん、できるところがやっぱクロちゃんの凄さだなという考察をしてて、いや間違いない。あるで、それをテレビで見えるっていうのはなかなか、なかなか面白いなという。クロちゃんプライベート相当進化されてるからね、うん、すげえ不快なんだけど。不快ですよ、確かに。俺はもうダメ。あの不快が楽しいんだけど。ヒカルンとハイトンボイスで対決しろって。え、したい、したい、したいよ。めっちゃ口説かれるよ、うん、でも仲良くなりそうな。やめた方がいいよ。わわわー。あ、じゃあ一応、じゃあちょっと俺似てる、俺も似てるから。黒ちゃん系だね。ちょっとやってみる。あ、対決。一応練習、黒ちゃん対決で。私から、エントリーナンバー1番、黒ちゃんのモノマネ。え、わーわわわエントリー。違うじゃん、違うじゃん。どうしよう、趣旨が違うじゃん。なんか分かんなくなってきた。俺なんか、俺クロちゃんのものね。クロちゃんと、クロちゃんっぽいことを俺は。クロちゃんと出会った時に、どう対応するかっていうのが。なんかクロちゃんのモノマネしだす人いないっすね。モノマネ対決かと思ってた。だけど、マルチ使ってきた。あ、ほら、そうですよね。マルチ頑張れ、マルチ。そうよ。
ちょっとなんか俺がクロちゃんっぽいことをやってなんかどうかわすかみたいな感じ、ね、はい、だかなと思う、はい、と思ったんですけど、はい、ヒカルいけそうだね。ヒカルはでもなんか何でもいけそうな気します ね、 ね、はい、面白いな。俺ただ俺このニコニコですか、ニコ生、うん、ニコ生、ニコ生のこの固定の5人っていうのが本当誰なのかすっごい毎回毎回5人5人ですよ、ね、マジで。確かにこの間これニコ生で見てる人が5人いるんですよ。5人いるんですよ。コメントくれないでしょ。コメント欲しいんですよ。今リアルタイムで見てる人なんですか。そうなんですよ、ね、毎回5人見てるんですよ。ほんでニコ生なんかは番組数多いから、うん、もう下の方に埋もれてるんですよ、はい、木曜日の下なんで、はい、だからよくここにたどり着くまでに相当簡単にたどり着けないんですよ、はい、ここに、はい、ってことは見てくれてる人、わざわざ見てくれてるのに、そうそうそう、ガッチガチのファンの、はい、全然喋ってくれない。そうなんですよ、全然喋ってくれない。もうなんかレスポンス欲しいなって、なんか無言のやつですね。お堅いですね。毎回5人、たまにたまに音出てるよとか言ってくれるんですよ。あーあります、はい、なんかあれ音出てない、音出てないとかっていう、優しい、くださいよ、ごめんなさいよ、会いたい会いたい。そうなんだよ。もうその5人だったらゲストで呼んでみたいぐらい、呼んでみたい呼んでみたい、なぜなぜ見てる。一人一人に質問、うん、こう話しないとコメントないですもんね。それぐらいでいいんです。そうなんですよ、うん、はい、逆に嬉しい。いや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 、おマノチリポで飲んで頑張ってるって、うん、お、でも今年はあリポペタに癖になるから、ああ癖になるからね、はいはい、ありがたい話です。でも今年も忘年会という形でやってますんで、そうですよ、なんかちょっと今年こういうのありましたみたいなのが、今年はそんな話します。でもコーデの忘年会も来てくれましたよね。行った、シンゴさんとルーさんが来てくれて、すごいことになってた。もう超楽しかった。もずーっと光るに喋ってたね。うん、ずーっと光るんだった。もうずーっと光るんだったよね。なんかそうで聞いても、うん、なんかずっと光るとカラオケ歌ってた記憶がある。光るのカラオケを俺たちが応援してたっていう。あ、そうですね。なんかカラオケを応援しに行った感じ。そうね。一人でなんか気持ちよくなっちゃったら、慎吾さん呆れて、そそそそそそって帰っちゃった。あの日俺足折ったばっかりで。あ、そうですよ。あの日はシラフなんですよ。後ろから体育座りでバーンってやられた後だったんで。そう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 。でもあの俺僕結構楽しかったっすよ。ああ、すごい楽しかった。はいみたいなのが。やった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 。嬉しい。ちょっと一回やってみません？あ、ね、放送で。でやりたい。カラオケルームとかで、カラオケルームとかで放送する？ああなるほど、ああだから今じゃなくて、まあ、うん、カラオケルームでカラオケしながら、それはじゃあここでできるんだから、はあ、今度前もって用意しとけばいいんですよ、はあ、そうですね、ちょっとそのヒカルンのお願いあのあのカラオケをちょっとみんなで味わってほしい。どういう感じで俺がもっち倒れちゃうよ多分、忘年会に行ったからすごい、うん、すごかったですよ。あれマノッチも立てるよ、はい、あれ結構なんか結構いろんなずっとこの感じ、ずっとこの感じ、はい、一人で喋っちゃってもうめちゃくちゃ、なんならまあまあ3倍ぐらいよこのカラオケ入ると、はい、すごいすごい、光るのカラオケすごい、踊りとかもついてくるから、しかもお二人がしかも乗せてくるんです、うまく乗せちゃってました、はい、もうなんかヒーターとかやってくれて、まあまあまあ、2人っていうかルイな、ルイだって私、はい、ルイさんとあれ覚えてます、そう、準レギュラーだね、タン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 、なんだっけ、コーラコーラーコーラーやられたってやつね、チックタクね、チックトックあれでしょ、やってたやってたけど、なんか俺タグ付けされてたけど、あの許可しなかったねえ掲載の許可は許可してよ、なんでよ、あれはもうやだ、あ、増えた、2人増えたねえ、そこは許可してくださいよ、掲載の許可できなかったな、あれだけはめっちゃでも嬉しかった、一緒にこれ優しいんですよ、ちょっと忘年会みたいなことやりましょう、そうですね、はい、山手線ゲームとかやりましょう、やりますか、山手線ゲームとかやりましょう、やりたい、できるの、山手線ゲームできんの、できますよ、できんの、しかも振りまでできますよ、
フリーであんの、はい、山手線ゲームの山手線ゲームイエーイ、山手線でお題はヨウ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 大観ヨウ大観ヨウって感じのお題はヨウ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 あ、俺が、俺がお題を言うのお題はヨウって言ったらお題を言うじゃあ、じゃあ行きましょうか、そのフレね、お題はヨウヨウ、赤いもの赤い赤いもの、はい、僕から行こう、僕から行きますか、はい、ちゃんちゃんでいい、ちゃんちゃんで、はい、せーの、ポスト、ふんどし、サンタさん、トマト、リンゴ、あ、もう全然アウト赤いもの赤いものすげーあるよ、赤いものあります、ふんどしもちょっと危なかった、ね、悪いけどふんどしか、あ、ふんどしも危ないんだけど、危ないですよね、ふんどしも危ない、本当はね、え、そんなこと言ったら洋服って俺めちゃめちゃ弱いじゃないですか、やめろ、覚えてた、すいません忘年会なので、忘年会、忘年会で、ゲイ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 ハイルーソン、ゲイ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 、そんな負けたルーさんから始まるイエイイエイ、何ゲーム、何何、いやいや、何何、山手、え、山手線じゃなくて、何でもいいですよ、あれやりますか、何、なんとか三つ尾ゲーム、間三つ尾、間三つ尾ゲーム、え、俺もう覚えてないですあれ、千田三つ尾じゃなくて、あ、千田千、間三つ尾だとなんかさいい詩、いい詩を言わなくて、人間だものみたいな、何だろうそれ全然続かねえ、人間だものしかわかんないです、あの円になってないとできなくないですか、ああ、確かに確かに、ああ、そうですね、ルーさん早かったな、山手線いいんじゃないですか、山手線、山手線ゲームしましょうか、はい、わかりました、はい、ちょっと2018にちなむの、ちなんだ、ちなんだ行きましょう、うん、2018にちなんだ、まあ、今年ちょっと、なるほど、何した人とか、なんか災害が多いから、災害地だとちょっとあれですもんね、あのレスポンあれが悪いですよね、不謹慎、不謹慎な感じがします、あれで盛り上がっちゃうとね、だいぶ、はい、あ、じゃあ分かりました、はい、はい、ルーから始まる、はい、イエイイエイ、何ゲーム、何ゲーム、タバコの銘柄、おお、ジャンジャン、マイルドセブン、シブスター、キャンシャン、キャスター、キャンシャン、パルメント、キャベル、キャンシャン、クールマイルド、ウィンソン、ラッキーストライク、キャスター、めっちゃ弱くない、何なんすか、めちゃめちゃ弱いじゃん、やめましょうもう超弱いじゃないですか、俺めっちゃ早い、姫入れてやろ、姫入れて、姫、姫喋れないから、喋れないから、毎回姫が飲むっていう、そうっすね、いや、ダメだな、姫、姫、姫コール来てる、姫だって、はい、姫来ました、レオさん早いですね、レオさん、いや、ダメだな、山手線ゲームダメだな、俺、うん、ダメそうっすね、ちょっと勉強、練習しよう、練習しよう、じゃあ、ルイ君辛そうなんで、僕代わりに練習しよう、代わりに行きましょうか、お願いします、すいません、じゃあ僕、ルイ君の代わりに、はい、あーそうですそうです、ありがとうございます、もう毎回思うけどしんこさんの胃袋ってすごいですよね、ねー、どうやんなんだよね、四次元ポケットだな、うん、しんごえもんね、しんごえもん、はい、しんごえもん、なるほど、ちょっと熱くなってきたな、確かに、ちょっと熱い、ヒートテック来ちゃったもんだから、俺たちも死ぬほど山手線ゲームやってるからね、やってますね、いやまあでも俺も苦手なんですよね、はい、俺もあんま、本当ですか、いや、ちょっと考えてたことを一つ前に言われるともう終わりますよ、二つ頭に覚えてる、そうなんですよ、いや、一回ちょっと俺抜きで やってくれません、ちょっと俺あまりにも弱いんで、じゃあお味噌にしよう、お味噌混ざっていいけど、はい、答えられなくても俺は無視、スルーで、いやいや、答えられなかったら、うん、もうなんか答えられないときはもうなんか、あ、はい、ルーって言えばいいや、あ、わかりました、あ、わかんないってルーって言います、ルーって言えばセーフにする、はい、オッケーです、オッケーです、あ、そうっすね、うん、じゃないとなんかもう俺しかあの飲まないで、多分そうだね、お前はルーって言って、じゃ あそうっすね、はいはい、わかりました、じゃ僕飲んだから僕あれにしましょう、はい、しんごさんから始まる、はい、イエーイ、それではもうあれ簡単にいきましょうか、はい、はい、山手線の駅で行きますか、ああ最高、あ、それは分かるんじゃないですか、JR の駅、俺でも分かるんじゃないですか、王道ですね、はいはい、負けないぞ、すいません、じゃあ僕から行きますか、はい、はい、せーの、池袋、巣鴨、新宿、田町、大塚、渋谷、あ、いけるいける、高田の馬場、池袋、言った弱っ弱っ弱っ
全然続かないじゃん。山手線はわかるでしょ、さすがに。これ副都心線だったらもう無理ですけど。マイナーです。副都心線はマイナーですね。放送禁止用語とかにします、山手線で。はい。え、どういうことですか。放送禁止用語を、テレ普通のテレビじゃ言っちゃいけない。これフレッシュだからできるみたいな。あ、なるほど。はい。ちょっと、まあでも確かにヒカルの放送禁止用語もちょっと聞いてる。そうですよね。うら、ういさ、うら、ういさ、ういさ、うら、ういさ、うら、ういさ、うら。なるほど。いや、それちょっと面白いですね。ね、はい、はい。まあまあ、あ、でもダメだな。放送禁止用語。結構誰かを傷つけちゃうこととかとか。だ、確かに。ちょっとその、病気だったりとか、ね、なんかそういう。さあ、あんま良くないね。はい。話になると、あれだ。はい、ファックはファックって言っていいの、テレビって。やばファック言う、ファック言うみたいな。やっぱアメリカ人は傷つくんじゃないですか。確かに。そうだよ、わかんないですけど。俺全然わかんないですけど。確実はキチガイです、ね。はい。え、キチガイはダメ。全然ダメ。キチガイダメ。え、でも前回の放送でキチガイって普通に言ってましたよ、関さん。本当？あ、キューさんが言ってたかな。言ってた。あ、あ、キチガイって言ってると思う。ダメなの、キチガイって言ったら。キチガイダメ。大体ダメ。ダメです、ダメです。あのブルーハーツの。うん、終わらない歌っていう歌あるんです、うん、終わらない歌を歌おう、うん、くそったりの世界のため、うん、で、あの、はい、ちょっとエクストララウンドみたいに入るときに、はい、最後に「キチガイ扱いされた日々」ってなるんですよ。あれ歌詞カードは四角、四角三角米みたいになってるんですよ。はい、まあそうですね、そうですね、やっぱ傷つく人がいるんでしょうね、キチガイって言われると。はい、なんなのそのあれがダメなの、そのなんなんですかね。あれポッキーですか。あ、ポッキーだね。あ、違う違う。匂いだま、匂いだな。あ、匂いだ。まあでもちょっと難しいっすよね。難しい、ね、これ言われて傷つくっていうのは人それぞれなんで。そうだね。言ったら、うん、お前毛根死んでるって言われて傷つく人もいますからね。ハゲだったら、ハゲって言われるんだったらいいけど、毛根死んでるって言われたらちょっとハゲって言ってほしいわ。そうだね。お前、お前1万人いたら1人ぐらい傷つくよ、ね。1人ぐらい、そう、毛根死んでるで傷つくやついるんで。傷つくやついるよ、そうだな。ハゲだったら傷つかないけどな。みんなに言われたら、アデランスって言ったよ。アデランス。ね、だからそのぐらい吹っ切った方がいいんだろうね、多分。うん。一回コマーシャル行きましょうか。そうですね。一回コマーシャル行きましょうか。もう？一回コマーシャル、一回すぐコマーシャル行きましょう。一回コマーシャル。キュー新宿、渋谷、池袋、月刊満足。吉原、五反田、うぐいす谷、月刊満足。新橋、上野、錦糸町、月刊満足。横浜、川崎、千葉、埼玉、月刊満足。安心、安全、気持ちよくをモットーに関東首都圏の風俗遊びをナビゲートする月刊満足は毎月17日発売。お求めはお近くの書店、コンビニで。そうだね。あ、でもこれ減ってもそれは減らないから、減らないから。あ、おはようございます。ただいまです。はい。ただいまです。そうね。あの唯一ね、はい、この番組のスポンサー、はい、あの月刊満足さん。月刊満足さん、はい、必ずコマーシャル。はい。月刊満足さん。今年1年お世話になりました。月刊満足さん、ありがとうございます。月刊満足さんに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ます編集者読めばよかったですね、そういえば。そうっすね、年末だし忘れてましたね、はい、知り合いなんかいろいろ風俗情報とかちょっと聞きたいのはありましたね、はい、一応ね、第0回に0回参加してる、あの、出演してるんですけど、編集長、はい、もうだってこの60回とか70回とかやってるでしょ、はい、やってるんですよ、その、はい、この放送を、はい、で第0回っていうのがありました。だから1回にも満たないんで、はい、これから番組やりますみたいな回があるんですよ、はいそこで一応ゲストで、じゃあ100回目ぐらいで来てもらう。あ、そうだね、確かに、はい、確かに、はい、締めでね、記念すべき、うん、まだ70じゃ早いですか。でもいいんじゃないですか、もう、うん、年末とか、まあ、スペシャルの時に、はい、そうですね、そんな方が。ルイ君3日来れないみたいだから3日そうなんですか。まあ、でも高橋家でやる、家庭の高橋家でやってもいい、はい、いや高橋家大変ですよ、すげえ面白そう、それ高橋家とのコラボをしかも一番長男の家ですからね。会ったことないんだよ。なんか、ルー君が一番無口らしいですよね。うちの中では本当一番喋んないです。三兄弟、男三兄弟で、はい、男三兄弟で、お父さん、お母さんも喋るし、
兄貴二人はご存知、めちゃめちゃ、あ、ご存知通りとか、上はしてるね、しくんはね。さらに上の方が喋るんで、僕が本当に喋る隙がない感じ。しくんの上なんですか？そうそうそう。それは僕も会ったことないんで。はい、もう、すごいいっぱい喋るんだ。僕もシュンってしますから。その家族で集まるともう喋ってるからはもうみんな喋ってるから隙もないし、おしゃべりなんですね。岡山はそもそもそんな感じですもんね。結構喋ると多いっすよ。あ、でもそうかもしんないですね。岡山気質なのかな。めっちゃいい人多いっすよね、岡山。岡山の人ってなんか黙ってる時ないイメージですよね。あ、本当ですか。ずっとなんかもう黙らない。俺先々週ぐらいに、はい、ルイと一緒に、書いてて、はい、岡山がどんだけ治安悪いかってこと聞かされた後だから僕。ああ、そうだ。治安悪いですか？悪いみたいですよ。いや、わかんないですよ。もう今知らないですけど、はい、もう僕が現役だった頃、現役というか、その、若い頃、ね、岡山にいた頃は、めちゃめちゃ治安悪かったですね。どういう暴走族系？メキシコ。あ、まあもうそうだし、まあまあちょっとその、そっちの話もそうだし、今はちょっとわかんないですけどね。現役ですし。はい、はい。メキシコはどっちが違う？メキシコでしょ。メキシコの方が違う。絶対人の命はね、多分何とも思ってないです、はいはいはい。岡山の人たちもそんなに人殺さないと思うんで、多分。はい、言うても言うても僕わかんないですけど、はい、そこまでは。月刊満足からプレゼントを出してもいいね。はい、あ、いい、あ、欲しい、そのプレゼント。確かに。はい、レアです。僕が1年に1回やってるイベントで。はい、大人の入学式、はいはいはい、大人の成人式、はい、大人シリーズのイベントやってる、はい、やってるじゃないですか、はい、まあ、100人から200人ぐらい来て、はい、来てくれるんですけど、大勢来てみんな来てもらえるんですけど、うん、そこのイベントだと、はい、月刊満足から風俗券がプレゼントされて、はい、風俗券って何ですか？優待券、優待券ですね、はいはいはい、すごい殻付けみたい、殻付けみたい、だからめっちゃやらしいですよ、だからその野球券とかやるっすよ、はいはいはい、あー、見ました、はい、楽しいっすよね、はい、野球するならってやつですよね、はい、そうです。僕この前、はい、天下ってあるじゃないですか、はいはいはい、なんか天下の新作のパーティー、私ローリング天下とか言ってたっけ。あ、お前から聞いたんで、その話しましたっけ。したえ、いつ天下ローリング天下かどうか、そう、天下の新作でまあいつもの天がプラス、うんうんうん、この下にスクリューになってるんですか。そうなんです。で自動でぐるぐるって回るんですけど、自動で角度変えると角度によってスクリューの速さが変わるという天ができたんですよ。お高いんでしょ。それのお披露目パーティーにちょっといっぱい参加させてもらいまして、お披露目パーティー誰かがじゃあやるんですか。ああ、それは実際やって、うわ、最高ですとかではないです。普通に、こう、ちょっとそのショップみたいなところで。でも指とかは入れられるんですか？いやいや、一応その動きだけ確かめて、お、確かめてみて。こんななるんだ、すごいね。どうでしたか、動きの方は。いや、僕は使ってないから、まだ使ってないから、あれですけど、なんかそのお酒とかもあったり、ご飯とかもあったりとかするところで、まあ一応こういうの発売しましたみたいな。角度変えたら、キューってなるんですよ。発売パーティーだ。はい、いや、すごい楽しかったですね。お高いですか？いや、1万円ぐらいだったと思うんですよ、ね。あ、じゃあもう使い捨てとかじゃないんですね。あ、そっちは多分使い捨てじゃなくて、上側というかその、モーター部分。モーター部分は使い回しできて、とか、なんかそんな感じ。いや、僕、アイコスみたいですね。あ、多分そんな感じだと思うんです。ちょっと僕も使ってないから分かんないですけど。それは結婚満足さんから招待されたんですか？あ、とはまたちょっと別で、その、まあ、そう、あれだったんですけど、あ、でもなんかその帰りに、はい、ちょっと僕、また別の忘年会に顔出さなきゃいけなかったですけど、はい、あ、じゃあよかったら、はい、持っててくださいって言って、天下をいっぱい天下をいっぱいお土産で持っていくという、すごい、はい、めっちゃいい人じゃないですか。なんでちょっとその時にもなんかもしあれだったら一回話してみて、なんかその大人の文化祭の時にもしかしたらプレゼントで、はい、もしかしたらそういうのがいくかもしれないです。うーん、いや、白石君らしくないってらしくないですか、うん、らしくないよね。確かにらしくないなんですか。そうなんですね、うん、もうちょっと飲まないといけないですよね。やりました。はい、お願いします。おいさ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 おい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 、あ、姫ありがとう。今日なんか姫あれだね、素敵、かわいい。あれ、姫があんまり映ってないからあれですよね、最後なのに。そうだね、今年確
しかし。決めろ、ジェスチャーゲーム挟もう、挟もう。やっちゃいましょうか。挟もう、挟もう。欲しい欲しいよね、欲しいよね。あれ楽しいんですよね。あれ楽しいよね。はい。しかも、毎回、姫さんのあのジェスチャーが上達していくっていう。うん、はい。でも今お酒作ってくれてる子、いつも白石さんそんな感じじゃないんですか、なんからしくないって。まあもうちょっとですね、エンジンが天下が足んないですか。なぜこう40分スクリューがスクリューが足んないです。1時間前ぐらいに急に言われたんで今日出演で。ああなるほど、はい、そうなんですね。なるほど、今日すか、心構えが。もう私は去年も無理です無理です無理ですっつって、いやダメだからっつって。昨日の恨みがあるんで僕、はい、昨日なんかあったんですか。昨日僕忘年会2個はしごだったんですよ、はいはいはい、で1軒目で結構飲んで、はい、2軒目で、はい、高田の中の忘年会、はい、リークもあったじゃないですか。ありました、はい、ダブルヒカルって。で、もう3時半ぐらいで、もう何も飲めないと、はい、もう本当無理だよっつって、はい、もう無理だから進めないでっつって、はい、行ったところにすごい笑顔で、関さんもうダメじゃんっつって家が持ってくるんですよ、笑顔で。ああ、もう好きなやつですね。はい。あ、立て続けにですか。立て続けに、うわ、しかも断れないやつ。うわ、あのお客さんも交えて4つ家が買って女の子2人とか巻き込んで、うん、関さんやりましょうみたいな。うわ、あれ断れないやつ。全然それはその償いですよね今日は。それで俺、はい、本当に飲めないからやめてって言ったらもうすごい笑顔で次の一杯持ってくるんですよ。そんな笑顔で持ってこられたら、そうです、飲まないわけないじゃん。飲まないわけいかないじゃないですか。何を思ってもわかんないですけどね。そうなんですよ。姫テキーラ飲んだことある？お、姫テキーラ飲むの？あれ、姫テキーラ飲むの？何杯飲んだことあるの？10杯？ 10？ いや、これでも10しか手がなかったから10だったかもしれないですよ。確かに。あ、なるほどね。いや、もうこれ以上の可能性もあるんで。うん、あ、姫、はい、あ、Qさん見てるね。はい、あ、偽物って書いてあるわ。偽物。キューさん偽物出るんだやっぱ。ひめひめ、やっぱ。ひめテキーラ10杯飲めるんだ。すごいな。一日で。それ一日で？すごい。一日でとか一回でしょ？その一回でっていうか、その一回の飲み会ででしょ？やばい。これでもちゃんこ鍋みたいな。ちゃんこ鍋。違う。ちゃんこ鍋。おそばのな。ワンコワンコそば。あ、ワンコそば、ワンコさん。音は似てるね。惜しいね。うん、惜しい惜しい。すごい。かっこいいな。ワンコテキーラ。はい、ワンコテキーラ。ちょっと姫ちゃんとワンコテキーラもやってみたい。絶対ワンコテキーラだ。え、ヒカルも飲めるの？え、ちょっとやってみたいな、でも姫ちゃんとから。今、最高どれくらい行ったことあるんですか、テキーラは。最高。あ、でも。ぶっ飛ぶんでしょうけど、まあ。なんか、でもなんかあの、こういうテキーラのやつを半分飲んだらもう寝ちゃいました。あ、じゃあ、基本的に弱いですね。弱いやつだ。弱いですね。はい、だってでもすぐ起きちゃうぞ。どういうことやねん。ね、起きちゃうぞ。姫お店で10杯以上飲んだ気があって。起きちゃうんだぞ。え、そんな強いの姫。ね、姫ベロベロだとどうなんのかな。姫さん一緒に飲んでみたいんですけど。ね、ちょっとベロベロの姫見てみたい、ね。ベロベロのすげえ。でもすげえ絡んでくるのかな。でも喋んないですよね。喋んない喋んない。普段も喋ってる。普段も喋ってる。かっこいいな。姫すげえな。ジェスチャークイズ用意してきた姫。ああ、してきた。じゃあちょっと寄れる？そっか。ミツと光るの間。僕割と余裕ありますよこっち。はい。いける？いける？いえいえいえ。その隙間でいける？この隙間でいける？みんな挙手制ですか、慎吾さん。え、ちょっと、じゃあ当ててもらおうよ。あ、じゃあミフィちゃんで。ニコ生も9になりましたから。あ、増えた、はい、あ、すごい、9。キーちゃん、それやるわ、今度。うん、じゃあ、今日のクイズ、まあ、パパが考えてるから、お題は多分。はいはい、パパ、大体流れてくる。なるほど。流れてくるから、大体ね。はい、もう今の流れだと完全に天下ですけど。天下はどうやって。姫が天下を絶しちゃった。じゃあ行きましょう。独断クイズ、正解は姫だ、うん、イエーイ。当たった方には、番組オリジナルステッカーを、はい、郵送させていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。
よいどん。天が？俺の？俺の？ああ、分かったよ俺。え？言っていいのかな？え？分かったんすか？除夜の鐘。違う。おお、なるほど、年末だけにね。うん。偽物誰だよ。あ、本物。本物が。なんかこれ？あ、スーパーマリオ。あ、違う。光る、光るなんだっけ？ポン。当てていい、当てていいよ。ミコさん。タタタタタタ。ポン。マリオミコ、マリオミコ違う。マリミコ。紅白歌合戦。なんだろう。剣道じゃないの？剣道ですね。違う、剣道じゃない。あ、でも惜しい。惜しくもない、惜しくもない、惜しくもない。全然惜しくもない。惜しくもない、惜しくもないんだ。ん？なんだろう。お祓い。え？ああ、これインディアンじゃないの？あ、確かに。あ、メキシコ、メキシコ。メキシコだ。ターさん。あだあでラブチさんターザン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 もうなんか新しい新しい新しい切り口でさあねこれあれだこのターザンいや確かにクロちゃんの方が確かにはあってなるやべえパパ裏書いてきたいや確かにターザンはないターザンはなかなか話出てこなかったもんね俺初めてだなと思う分からんですよね確かに姫もう一個ありますかもう一個ありますじゃあ、ミスカー、後でステッカー持って帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてもらうステッカー。よくわかったね。今日のは読めないですよね、確かに。じゃあ、次行きましょう。よーい、スタート。おいしいな、おいしいな。おいしいな。ん？あれ？もうちょっと食べたいな。食レポ。え？暑い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 。飲みすぎちゃった。え？なんか混ぜてる？あ、船だな。掃除して掃除もしたし。ルンバ。あ、わかった。え？まだ出ちゃうの？いいよ。いいっすか？いいよ。大掃除。違う！りょうさん、りょうさんがちょうど大掃除って言ってめっちゃどやったの。大掃除かと思ったな。ん？あ、拍手？すやすやモンスターハウス違うな紅白違う違う惜しい惜しい惜しいえ FNS 歌謡祭出た分かっちゃった分かっちゃった分かっちゃった正月いやあ違うテレビ惜しいんだよねだ年末とかじゃないの、うん、あ お年玉年越しそばそば食ってたそばなんかなんか食ってましたなんかそば最初の食ってた、ね、でもお雑煮とかを食べてる年越しアミさん年越し惜しいなんだろう大晦日大晦日大晦日やったレオさん正解です大晦日大晦日正解ですやったやった良いお年をうるさいなんでパパ俺たち向けにお笑わすんだよなるほどね大晦日はジェスチャーは難しいね、はいはいはいうん姫のジェスチャーしてからニコ生の伸びがすごいんですよ。やっぱり。大晦日。レオさん正解ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。レオさんもうでもかなりもらってるんじゃないですか。うちのステッカー相当持ってます。ステッカーだらけの。はい。はいはい、もうだって言ったらもう住所も、言ったら。わかってます、わかってます。もう、レオさんって言ったら届いちゃう感じですよね。はい。じゃあもう、また姫のサインかなんか入れて。そうですね。姫のサインかなんか入れて送らせていただきます。はい、よろしくお願いします。結構面白い。今日はね、2時間スペシャルということなんで。あ、そうなんですね。1時まで。まあ、1時間半ぐらいかな。
一緒に混ぜば持たないという。そうなんだ、スペシャルだったね。スペシャルなんで、ちょっと、ね、長くやろうって話なんで。ああ、そうなんですね。反応してる、押してるんですよ、ね。もう僕はもう全然ウェルカムです。はいはい。もうはい、なんで、姫のクイズももしかしたらあと1回ぐらいね。ああ、あとでまた。でも全然やるかもしれないんで。一度挟んだ感じで。ステッカーを狙わなければ。なるほど。すでに4枚も。4枚も持ってるんですか。あ、ステッカーって。あ、うまいこと言ったな、マロッチ。本物って書いてあります。うん、Q さん本物行ったし、行ったし、行った大晦日って、うん、行ってないよ、うん、あ、いやでも書き込む前に言ってたんじゃないですか、口で、はい、バカじゃん。それはそれはこっちに聞こえないよ、大晦日行った言わないよ、行った言わないよ。行ったし。歌とかどこで行ったらいいんですかね。あ、でもたまには途中で行くのもね、全然途中で行きますか、はい、途中で行ってもいいですよね。いつもなんか最後の最後でおまけみたいになっちゃう。そう、おまけです、おまけです、ね、ちょっとメインで、はい、今日何を歌うんですか、しんごさん。今日も一応クリスマスの歌を、あら、続けて続けてください。先週と先週と一緒に、はいはい、はい、なんで2時間スペシャルって言ったの。あれ、Q が言ったんじゃなかったっけ、2時間スペシャルやりましょうって。え、そうなんすか、多分。え、自分じゃない、あ、自分じゃないから適当なこと言うな、あいつだ。そうっすね。来週2時間とかでいいんじゃないですか、うん、っつって。え、Q さんってこれ本物の Q さんなんですか。あ、そうです、そうです、そうです。あれ、Q さんは会ったことまだないんですよ。そっか、はい、光るん Q が、はい、あれだ、 Q さんなんじゃないの、本当は。あ、え、よくあるじゃない、そのあ、実はスーパーマンってさ、はい、あの人ちょうど合わないじゃん。あれですね、なんかそのあるっすね、うまいことテレコになって入れ替わるじゃないですか、はいはいはい、会ったことないってことは、はい、ちょうど入れ替わってるんですよ、だから。あ、ドッペルで Q さんなの。だから多分 Q さん、中身 Q さんなんじゃないですか、これ。なるほど、はい、Q でーす。何でもやってくれた、ね、まあないけど、もう全部乗りますからね。Q さん、それスペシャル正解は光るんだ、やる。わ、ちょっとそれ気になるな。それちょっと気になるな。確かに。もう、ね、光るんだ出す答えが俺たちに想像つくかな。わー、わかんない。これわかんないですね。光るん、じゃあ行ってみる。行ける、行きたいな。喋っちゃいけないんだよ。うん、はい。わかった、喋っちゃいけないんで、ここからじゃあ喋らないってことできる。はい。行ける、行けます。よし。あ、これはちょっと楽しみだな。いいですか、俺たちも熱いの。はい。ですか、あ、ちょっと待って、正解したら何します。正解したら、最近つけたお尻フリフリダンス披露しちゃうの。イエーイ。なんだろう、いきますよ、はい、わかった、お尻フリフリダンス。正解したらもらえるやつ。違うっすね。もうやっちゃってる。これじゃないっすよ。USA。ワン、ツー、スリー、フォー。歌手、ちょっと歌っちゃってないだって。うん、なんか歌っちゃってる。Say ho、 Say ho。 浜崎あゆみ。嘘でしょ、嘘でしょ、ありー、なんでわかったじゃん、ありー、なんでわかったじゃん。このヒントだけで、このヒントだけで分かった。浜崎あゆみ、やっさん、ありーなって。マジっすか。あ、ちょっと待って、もう一回違うので行こう。このヒントだけで分かっちゃう。俺もう言わない。もう光るの大体パターンやめた。俺マジっすか、うん、行きますね。いや、でもお尻フルダンスや、絶対お尻フリフリダンスでしょ、それ。はい、はい、はい。声出しちゃってる。え、お尻フリ…これ、白石さんわかると思うんだよな。レゲエダンス、レゲエダンス。白石さんがわかる。はい。ストリップ。いや、どういうこと自分で言ってきたら全然違う。お尻フリフリダンスじゃん。絶対お尻フリフリするよ。俺がわかる、うん、お尻かじり虫。はい、はい。正解。本当に本当に今お尻今決めたでしょ、今言ったから決めたでしょ。だってほら、そのさっき言ってた。ああ、なるほど。なるお尻かじり虫でした。正解はお尻かじり虫でした。ありがとうございます。カラーと思った。カラーは近いね、カラーね。何でよ、あんなの。
お風呂、ムック、ムックリ君、お風呂から出てきたらえらいことに。いや、そうなんですよ。えらいことなってるわ。年末拡大スペシャルでーす。イエーイ。で、ことは、お尻フリルダンスを見せていただける。もう見たよ、俺。見たよ、今。お尻フリルダンス。今のはお尻かじり虫ですから。今のはお尻かじり虫ですから。今やってたよ、お尻フリフリダンスはまた、ね、考えたやつが。別であるの？ある、はい。じゃあ、お尻フリフリダンスお願いします。はい、お願いします。え、ちょっと、お、はい、はい、お、はい。別に喋っていいじゃん。喋っていいじゃん。喋っていいし。これなんかね、新しく、まだ私のターン全くわからん。全く別にジェスチャーゲームじゃないの。ジェスチャーじゃない。ジェスチャーじゃない。今お尻振り振りダンスだね。今お尻振り振りダンスの正解の、正解のご褒美、ご褒美なんで。ご褒美。踊っていいことはご褒美。ご褒美、ご褒美。このやつのね、音源が忘れちゃった今。動きが激しくなった。姫ありがとう。風がビュンビュン来るんですよ。忘年会やりました皆さん今年。あ、ね、それだよねやっぱね。はい。うん。何回やりました。忘年会はやるんじゃないですかでも皆さんやっぱり。なんやかんや。やってますか白石さん。いやそうですね明日も忘年会ですね。あら。ジョブポップの。いやもうあのこの会社のグループグループ。なるほどなるほど。だ。明日だよな、一番危ないのはな。いや、危ないですね。危ないな。危ないですね。危ない。もう、自信ないです。自信ないな。なんか、いろんな自信がないです。正気を保ってる。保ってる。怖い。リツくん、こう見えて、まあまあな、シュランなんですよ。シュラン、シュラン、シュラン。シュランというか、ちょっと、奇想天外なことするというか、すごく気違いいいですよね。ミラクル、ミラクル。一番僕が、一番僕が印象に残ってる、あの、シュランエピソードで言うと、名古屋にみんなで行った時があって、あの、みんなで遊び行ったんですよ、名古屋に。で、その帰りに、その帰り、その帰りじゃない、名古屋で前乗りしたのよ。前乗りして飲んでて、あの、フレッシュエア、あ、僕が出るイベントにみんなで来てくれる。遊びに行ったのよ。応援しに行こう。応援しに行こう。で、みんなで来てくれて、名古屋で、あの、遊んでて。前乗りしたのよ。はい。で、なんか、僕らもう、朝の5時ぐらいになって、僕らもうサウナに行こう。で、サウナ行ったら、サウナで飯食ってたのはい。そしたら、その、ミツくんと一緒に行ってた誰々が、喧嘩してる、みたいな話を聞いて、そしたら、そのまま喧嘩していなくなったと。ミツくんが、なんか、そのまま、いなくなっちゃったって言って、僕らもうサウナの格好の、スリッパで探してたのよ。あのまま、みんなで探してたの。やばいやばい、そんな知らない土地で、いなくなっちゃって、やばい。ガウンで。そう、やばいやばい。探しに行ったのみんなで走ってる。いや、もうベロベロだから、あ、やばいやばいって、なんか怒ってるかもって、ブワーって走り回ってたら、後で聞いたら、喧嘩して、もう酔っ払っちゃってるから、帰るって。そう、帰るって言って、タクシー乗って、池袋まで帰ってた。ねえ、嘘でしょ。名古屋から。ちなみにお金持ってないんですよ。家に金があるから絶対大丈夫だから乗っけろって言って。なんで断られたんだっけ？6台ぐらい乗車拒否されて。一回みんな聞くんですよ。どこ行くんですか？池袋です。あ、わかりました。池袋？はぁってなるでしょ。東京？みんな池袋。東京で池袋？名古屋だからね。境町にいたから。あの有名な池袋に。え、でも実際名古屋からだと60万ぐらいかかる。60万ぐらいね、60万。11、2万ぐらいですね。そんなかかる。11、2万かけてタクシーで帰るって。ほんで、家に帰ったら金があるから、いいだろ。だからお金見せろって言われるわけよ。まあそうそうね。いや、本当にいいの？乗せていいのってなりますよね、あっちは。あの、タンクトップに、アミシャツのタンクトップに、短パンに、B さんだよ。やばいですよね。そんなやつがお金ないんだけど、池袋まで行って乗せる。帰ったら、いや、金あるからって言い切ってるんですよ。スーツのサラリーマンとかじゃないよ。しかも財布もないから、身分証もない。ベロベロだし。身分証もないんだよ。だから、なんか置いてけってものもないわけよ。あともう、法廷で会うしかない。その状態で池袋まで行ってくれたタクシーの運転手さんすごいですよね。お前はさ、本当に。本当に。ちょっと聞きたいのは、最後のさ、あ、ここ僕ん家です。
はいはい。で、タクシーを止めるじゃん。はい、今お金持ってきますねっていう分かり際、はい、分かり際、分かり際あるじゃん。ありますね。あれはどうしたん？あれも、まあ、あの、ま、持ってくるからちょっと待っとけと。置いとくものとかないじゃん。いや、もう一緒に行こうじゃん、もう。普通だったら。普通だったら、いや、俺もさすがについていくわ。普通いますよ多分。でもついてこなかったんですよ。名古屋から行って。でもずーっと見てたんですよ。あの俺がこうマンションに入るとこずっと。見るでしょ、ね。いやでもマンションの中で。違うマンションかもしれない。だってねえ、うん、マンションの中で20〜30世帯あったりするでしょ多分。もうだってどこか分かんないから、うん、その瞬間にもう手離れちゃうじゃないですかタクシー。お前が走ったらもう終わりじゃん。確かに。はい。待ってくれたの、うん、待っててくれましたね。すごいですね。だからその人が良かったんですね、うん、逆にそういう感じだったから、うん、俺もやっぱ払わなきゃって。ああ、もう元々それはタクシーだったらお金払わなきゃいけないんですよ。元々払わない。いや、博打ですよね、本当に博打。あのうんちゃんが最後あのそれを納得っていうか自分の中でもらっ、うん、見とった時にやっぱわかりました。行きましょう。やっぱり決断してた。エビなんかなんか寄るの？いや、あのそれがノンストップで。トイレも寄らないの？トイレも寄らないの？俺もずっと後ろで寝てたんで。いや本人はその酒飲んでるからあれだけど。ふてお前はふてね。ふててる場合じゃないですよ。あっちは商売でやってますから。運転手さんでもノースポップで行ったんだ。そう、あの、ね、本当に6時間ぐらいで。すごいですね。いや、でもその間は、あ、でも寝ちゃってるから会話ゼロですか？会話ゼロ。だからタクシーの運転手さんと車で信頼ができたんですね、みたいなの、はい、誰かが書いてあったけど、はい、ほら、はい、Q が。生まれないよね、寝てんだもんね、お前。はい。いや、これ男女だったら、もう言ったら恋が生まれてもおかしくない距離ありますよ、ね。6時間だったら。6時間だったら。なんか、うわー喋ってて、うわ、なんかこの人気合うなとか。確かに。会ってもおかしくないぐらいの時間も寝てて、ずーっと寝てる。あいつは信じて。大丈夫だよ、寝てるけど。6時間6時間疑いっぱなしだよ。運転手は。怖マジで。この人、本当に怖いな。俺部屋までついてこうかな。いやでもそれだと疑ってるみたいに思われるから、ね、ずーっとどうしようか悩んでるんだよ。ほんで最後の最後で、ね、待ちましょう。俺は死んでもここを離れねえ。怖い。あいつが次出てくるまで絶対ここを離れねえという覚悟で。当時は多分ドライブレコーダーないよね。多分そうっすね。あの頃ない頃、ね。まあ5年ぐらい前です、ね。5、6年前ない頃だよね。そうですね。うん、すごいな、信頼生まれちゃった。1ヶ月分の家賃でしたね。そう、家賃ぐらいになりますよね、うん、本当に。本当に。いやー、すごかったな。あ、ほんと、Q さんにもいろいろ、あの、ご迷惑。Q さんも、Q さんもだね。本当にご迷惑。っていうぐらい、みつくんっていうのは、その、酒癖が悪、まあ、悪いのか、ミラクル起こす、面白いことが起こる人で。特に、名古屋なんですよ、鬼門が。やっぱ、あ、名古屋と毎回やるんですか。名古屋ってなるじゃないですか。他にもあるんですか、名古屋。あ、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと前、多分、これは言わないわ。言えないから、言えないやつは、ちゃんと、センサー分別していきましょう、そこは。これはね、いやそうそう、ほんとタクシー人生で忘れない経験だと思いますよ、みつくん。金払ったーってなったっすよね。でもあのみつくんって基本その酔っ払うと、うん、もう全部置いといてタクシーで勝手に帰る癖があるじゃないですか。そうですね。だから池袋で飲んでると必ずそのそうですね、まあなんかみんなで飲んでる時に、うん、あの今日は歩いて帰ろう歩いて帰ろうって言ってタクシーで帰るんですよね。でそのなんかそれ歌ったら帰る合図だなと思って気がついたらいなくなるみたいなパターンがあるから、うん、でその帰りたくなっちゃうんですか、うん、そうなんすよね。なんかこうあんまり潰れる人前であんま潰れたくないみたいなところがあって、あ猫死に際の猫と一緒だ、はい、でもタクシーの運転手さんの前では潰れれるな。もうあの潰れたとか振ってね喧嘩しちゃったからね。ふざけんなあいつっていう。あ、そうなんですよね。名古屋で毎回ですね。いや、本当に。いや、そのちょっと、気になるな。もう一個気になるな。どうなんですか、名古屋の時は。いや、相当やっぱ飲んでますよ。うん、やっぱり。うん。いや、でもちょっとの、ほんと、ちょっとじゃそんなにならないですか？
ただやっぱ先が先を寄りますよね、酔っ払ってくるともっともっとみたいな、うん、で大体こう関さんに仕掛けて先が先を呼ぶ、関さんに仕掛けてこう返り討ちになって、うん、でも僕は分かってるんですよ、うん、あとこの2杯ぐらいでこいつはもうダメだなって分かってるからもうだって帰るだけの状態になっちゃうじゃないですか。一回休憩しなって言うんだけど、はい、全然聞いてくれないですよ。ああ、そうですね。もう全然聞いてくれないですよ。そうですね。ちょっと止められるとまたこうグイっていっちゃうんですよね。いや何言ってんすかって。そうなります。ああ、なりますよ。止めてくれる人いると嬉しくないですか。まあ、うん、嬉しさの分またこう言っちゃうのね。あ俺を舐めよ。俺を舐める側に舐めるな側に行っちゃうというか。いや、そうそうそういう感じじゃない。うん。心配してくれてありがとうございます。じゃあ一杯飲みましょう。いやもう逆効果だわ、逆効果だわ。心配しない方がいいよマジで。そんな人ルー君にもねちょっとちょいちょい、お酒飲んでいろいろルー君にちょっと目がかけてもそう絡まれたりとかもありましたよ。あのね音声あった。思い出した、今思い出した、忘れてたけど、なんかすんごいすごいなんかこれ放送できるやつ、これは出てますよね。俺はなんかこうハゲーってこんでてめえもらえてめえって言って、あー温泉旅行だ、まあ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 殴られるっていう温泉旅行だ。まあめっちゃなんかルークがずっと耐えて飲んでるって、いや俺もなんかでも殴り返すのもなってなってなんかとりあえずそのいやバチバチ殴られてるってかまあ引っ張ってるみたいな、でも酔っ払ってるからまあまあ痛い感じの結構本気の蹴りとかが来るんですよ。でもあいやこれ殴り返してもあれもうただ喧嘩になるだけだなってなって、うん、もうあなんか一生瓶みたいなやつを一気飲み一気飲みするっていう。ただ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 飲むっていう。あの耐えてるルイがかわいそうでね。あの後ルイがいなくなってちょっと温泉入ってくるって言った後、あのサソリ固めしてやーって やってるから俺。お前かわいそうだろ。ふざけんなよっつって相当プロレス技かけてるんで。あそうなんすね。かけてるんで、はい、あれは本当申し訳ないっていう。何にも覚えてない。直属の後輩さん、ね、そうですね、そうですね、はい、そうですね、なるほどなるほど。みつくんとの出会いはビップでフルチン。え、そうなんですか。あ、キューさんですね。あ、あのバーですね。名古屋のあのテキーラ飲み尽くして、そうそう、ね、最後おっか飲み尽くして飲み尽くしたね。でその後名古屋、その次の日名古屋城行って天守閣でゲロ吐きそうになったっていう。聖なるところでね、はい、いろんなビューで持ってるんですね。言い張る一言、酔ってるの法則ありますよね。あるあるあります、あります。酔ってないよってもうなんか売り言葉に買い言葉みたいな感じで言っちゃいますよね。酔ってる人ほど言っちゃうんですよね。これ酔ってない。ヒカルはもうお酒飲まないんだっけ。お酒はそうですね、なんかの飲んでるやん。あ、でも今日飲んじゃう。ちょっと顔赤くなってる。ちょっとそうだね、はい、この間ベロベロの時だったよね。あ、え、ベロベロこの前放送の時ですか。結構酔ってるなっていう日があった。本当ですか。次の日なんとか坂のあー全力会の怒ってた。あのマネージャー様が、はい、怒ってた。そうなんですよ、はい、明日早いでしょって。いや朝早いからもうダメだよ、もう飲まないでみたいな。あの日が一番飲んでた、はい、もう飲まないでってテロップが出てた、はい、向こうで出てたね。そうなんですよ、うん、なるほどな。じゃあ皆様のね、はい、失敗をね、うん、コメントで、コメントで、そうですね、お酒の失敗、ね、お酒の失敗、お酒の失敗、うん、いっぱいありますよね。あのお酒の失敗って言ったらもう誠くん、さっきのコメントあった誠くんとかも、ね、やっぱりさっき話してあります。2018年で1位じゃないかっていう。え、そうなんですか。え、それは話していいやつ。大丈夫です。あ、ちょっとすぐ聞きたいですね。もうすぐコメント1行で終わりますよ。なんですか。俺の頭の上からゲロ吐いたっていう。うわーすごっ。はい、ナイアガラってことですか。ナイアガラの誠っていう、え、頭の上でゲロ吐くっていうシチュエーションがあるんですか。それまでの間さんざんごちそうになってた人に対して、うん、頭からゲロかけるっていう。あ、だお返しってことですよね。お返し僕車で来てて東口から西口に移動しなくちゃいけなかったんですよ、うん、車で、うん、だけど僕お酒飲んでるから、うん、シラフの、はい、泉さんって人がいて、はい、僕お酒飲んでないんで、はい、運転しますよ、はい、移動させますよっつって、はい、僕は助手席で泉さんが運転、はい、僕助手席で後ろに誠、はい、その助手席の後ろにね、はい、誠で移動してたんですよ、はい、池袋の東、はい、近くの西口に。そしたら頭から回られるんですね、というよりも、
相当我慢したんでしょうね。入ったらかっこ悪いから。ああ、なるほど。はい、それが、ブシャーっと上に来たんですよ。はい、そしたら、なんか上から車乗ってんの、雨が降ってきた。あれと思って。車の中で。うわー、全部ダメですね、もう。そうでしょ。しかも、まあまあな新車です。全部ダメじゃないですか。うん、それをされた慎吾さんの反応を見てみたかったです、うん、どうだったんですか。全く怒らないです、頑張った証拠だからいいよ、寛容、頑張ったからいいよっつって広いです、ね、ただ今日は帰りなさいさまあそうですね、これ以上楽しく飲めない、これ以上俺は頭からゲロかけられて、はい、楽しく飲めないから、もう飲めない、今日はもうちょっとやめようと。明日だったら、そうそう。おい、お前よ、昨日よ、で、いけるけど、もうこのテンションは、うん、そうそう、だから、もう今日これ以上お前とは楽しく飲めないわ。だから、もうそれは、もうシャワー浴びないし、みたいな。ドンキ行って、ドンキのちょうどとこともあって、お水いっぱい買って、はい、俺そ、上半身裸になって、はい、上からジャーってかける。もう洗わなくちゃいけないでしょ。マジっすか、洗って、そんな状況だったんすか。シャツもゲロついてるから、シャツも買ってきてもらって、新しいシャツ着て。で、すごいな。それが全部、泉さんが声かけてくれて、はい、で、誠を気をつけして、もう謝ってるんですよ。はい、すいません。でももうベロベロですもんね。俺、謝るのはいいから、できれば、はい、新車だから、うん、車の掃除をしろっすよ、俺、はいはいはい。俺はもういいから。もう匂い消したりとか。そう、そっちの、はいはい、そっちの、床とか拭いたりね、うん。そっちのことをしてほしいじゃん、俺も、うん、俺はもう、うん、もうこうなって以上さ、うん、怒ってないんで全然。その時のベストの行動取ったらしい。ベストの行動取ったらしい。俺は、これはこっちでやるから、横で気をつけとかいいじゃん。本当に、関さん、本当にすいません。とか言って、そういうのいいから、まだ、本当に謝ってるんだ。反省するんだったら、車をちょっと水拭きしてくんないけど。間違いない。はい、そうですね。そしたら、いや、もう酔ってるから。そうじゃないです。そうじゃないです。そういうわけにはいきません、関さん。わかる。そうですね。いやいや、そう。そういうわけにいかない。だって、ベストな選択なんて、もう、絶対思いつかないから、その瞬間。とにかく謝らなければいけない、私は。そうじゃなくて、頼むから車を、後ろの方がもう多分ゲロあれでしょって、だからそれをちょっと掃除してくんないから、うん、後で俺一人で掃除するの嫌じゃない。誠のゲロをさ、一人でさ。だからもう頼むからっつって。そんなわけにいかない。いや、関さんもうそういうわけにいかない。だからそういう、こっちもそういうわけじゃないんだよ。そうなんだ。そういうわけじゃない。そういうこと言ってんじゃないんだよ。あれはちょっと2018年ホットな、うん、一番そうですね、かもしれない、一番、ね、衝撃的な映像でしたね、ちょっとジェラシーはジェラシー、なんで吐きたいのかよ、いやでもいつかやっぱトラブルメーカーとしては、はい、スキルのトラブルメーカーのスキルついてるんでスキルついてる、はい、やっぱそのスキル超えられるとちょっとなんかこう寂しいなっていう、そうですよね、なるほど。いやもっと頑張んなきゃと思う、ね。そうですね。でも今年はでもじゃあおとなしかった感じですか。比較的、うん、僕はあんまり聞かないですね、なんか。まあ、そうですね。そうですね、うん。そうですよね。だからもうどれが今年なのかが、どの事件が今年なのか。いやでもたくさん事件があるのは、もう全部エピソードなんで。そうですね。まあ言えるやつだけちょっと言っていきません。誰の？ミツくんの。知らないの？せっかくゲストだし。あ、そうです。これ言えるなーっていう。いや、いっぱいあるから。いや、うん、あれ言えるかな。はい、あれどれでしょう？いや、ありすぎて。ちょっと頭がいいって。別の子。それはいや、よくないわ。それよくないわ。それよくないわ。絶対ダメだ。それはダメなやつだろ。一番、なんか一番ダメなやつ出してきたわ、今。俺、絶対それを言っちゃダメだなって思いながら喋ったのに。一番ダメなやついきなり出してきたわ。すごかったな、あれもすごい。面白いですけどね。いや、これでも、いや、でも怒る人怒る、いや、嫁さんが OK なら。だって嫁さんはもう知ってるから。当事者だから。え、じゃあもう言っちゃいますよ、その話。だからさっくり話しますか。はい、そうです、具体的な話ちょっといろいろあれがあるんで。はいはい、ちょっとミツくんの、嫁が、やばいやつです、ね。嫁が妊娠して、子供生まれるからつって、はい、家に、待ってる家に、はい、他の女の子を連れて帰るというね。はい、酔っ払って。よくあることですね。よくあることですね。やばい！え？
一応フォローしたつもりだったんですけど、フォローできない妹みたいな感じの子って やろうとして、やろうとして、やろうとして。おい、妹みたいな感じの子、でもダメだから。女連れて帰ったら。そうだよね。はい、あれですよ、朝の5時まで飲んで、はい、まあ、高田の中ってイベントで飲んで、はい、そこで出会った子を家に連れて帰るという。はい、いや、それで、僕、関さんと一緒に、日高屋で飯食ってた、ね。飯食ってたら、今修羅場になってると家がだから俺仕事店終わってさ、うんうん、ルイと一緒にさ、うんうん、飯食ってたんだよな、飯食っててみんなでわーって楽しくわーってやってたら、その電話が電話から、うんうんうん、電話があもしもしっつって出たら関さんって泣いてるんですよ、どうしたっつって、みつくんがーって、だからその嫁さんですよ、仲いいんで僕も、ね、みつくんがーっつって、どうしたみつくんがどうしたって、女連れて帰ってきたどういうことっつって、奥さんと一緒に住んでる家に他の連れて帰っちゃダメよ。よくあるじゃないですか、ドラマでやるじゃないですか、酔っ払ったお父さんがこうお土産買ってくる感じで、あーこれを寿司の感じで女連れて帰っちゃったこいつ昔から、うんうん、そんなの全然見ないのに、はい、あの彼女がいない時とかも一、はい、人で、酔っ払って帰るとコンビニ行って、はい、エロ本買ってあの家に帰るみたいな、あー、なるほど、そういう癖があるんですよ。そういうなんか別に、よく知ってますね、その瞬間だけあ、だから僕がたまにコンビニ行って見ないのに、僕がたまにコンビニ行ってあのヘアワックスを見る感じですよね。そうかな、違うかな、だから使わないですよ、使わないけどヘアワックス見る。コンビニの雑誌を買う感覚で女の子をリアルで連れて帰っちゃったってことですか。だから全く そういうつもりはないんで本人に、やばい、うん、エロい気持ちはでもあった、あ、もうちょっとね、その瞬間は、まあ、うん、ちょっとこれはあれです、まあ、うん、でも何もやってないのにこう怒られてるっていうのがちょっと本当に、うん、何か、え、でもその女の子と、何、いや、ちょっと、うわ、嘘だろ、ちょっと今もう国民全員的ですよ多分、クロちゃんですよ、もうそれで、うん、で今の発言は、いやいや、そんで、それが如実にわかる行動があって、はい、それはすごいよ。それひどいよね、今の。いや、そうだよ。いや、何にもしてないのに怒るとか。その電話ね、はい、受けて、どうだった、もうじゃあ俺がこれから行ってやるから。はい、あの、嫁さんにね、はい、俺が行ってやるから、つって、はい。じゃあもう今すぐから待ってろ、つって。分かった、じゃあ行く、つって、はい。見てきて、行ったんですよ、はい。そしたら、まず入るじゃないですか。はい、ピンポンと押して入ったら、もう鍵開いてたんで、はい、そのまま入ったんですよ。鍵開いてるんです。そしたら、リビングの真ん中で、はい、奥さんが泣いてるんですよ、うん、で、まあ、そうですね、で、はい、振り返るとキッチンのところでその連れて帰られた女の子が立ってる嘘でしょ、もうそんでその子超かわいそう、そんで知らないから結婚してるの、そんでマジでそんで蜜はって言ったんですよ、うん、その嫁の蜜はって言ったら、うん、って言われてるから、うん、なんだと思って部屋開けたら寝てんすよ。うわ地獄だわ地獄に引きずり込まれたわ女の子が一番かわいそうだからね、マジで。いやいや、嫁だよ。いや、あ、嫁もかわいそう。寝てて、寝てんの。ほんで、どっちも超かわいそうだ。さすがにちょっと俺も頭に来て、お前何寝てんだよと思って、俺のこと呼び出しといて。そう。今呼び出したらこんな状況ありえないですからね、普通に考えて。ほっぺたバチンって泣いて、はい、じゃあ起きろっつって、起きろっつって起きて、はい、おい、関さん、あれ関さんなんでいるんですかなんでじゃねえんだよお前のせいだよ見てみろいろんな人が、すごいな、それ。すごい。ほんで、まず最初に、とりあえず、君は帰ろうか、っつって。女の子は、まあまあ、その子は被害者だから。言っても被害者だから、どっちも被害者だよ。奥さんも被害者だし、その子も被害者だけど、一番関係ない被害者だから。ほんで連れて帰られた子、そしたらここがどこだかわからないって言ってるわけですよ、うん、タクシー乗ってきてるから、まあ、異国の地に、またタクシー乗ったんですか、異国の地にですね、じゃあ送ろうかっつって、はい、俺送って帰ったんですか、駅まで、いやいや送って帰ってないよ、駅まで送ってまた戻ってきて、はい、仲裁しなきゃ、喧嘩してるから仲裁しなきゃ、お前関さん呼んでんじゃねえよみたいないや喧嘩してるから、もう何って言ったんですか、俺もう、あらっすーとか言って、いやいやいや、もう無理でしょ、もう無理でしょっつって、もうでっかいから、そっか、だからその
今の子供がいるときに。で、次の日。最悪だわ、マジで。朝起きたときに、もう起きたらもう嫁が泣いてたんで、うん、私はもう下ろせばよかったのって言ったんで、どうしようどうしようどうしよう。なんか何があったの？覚えてない覚えてないなんでなんでなんで嘘でしょ産もうよ産もうよひどいわすごいでしょすごすぎる。すごいですね。いや、前代未聞ですよ、本当に。うん。関さん来なかったら、その女の子どんな、はい、どんな心境でずっといたんだろう。やばかったというか、なんだろう、ね。まあでも確かに、あの、ハイホール、守護霊みたいなやつもしよう。なんか、魂とか抜けられる。なんで私今ここにいるの？なんなら別にセックスするつもりで、なんなら来てる。そうでしょうね、そうでしょうね。しかも、私は今日この男に抱かれるんだなというつもりで、いつものルーティンな感じで多分ルーティン来てるはずが、あれなんかいつもと違う。状況嫁からもどうせあんたよくよく我話すんでしょって言われてるんで、そんですごいのが、俺結婚式行ったんですよ。もう当然行くじゃないですか。行ったら、おじさん、おじさんとか お父さんとかの嫁があのお父さんのスピーチで、もう次は女の子を持って帰れないようにね。え、そんで親戚がドーンって爆笑してるんですよ。全員してんの全員してんのそのブラックジョーク。あの結婚式すごいなと思って。そのブラックジョーク全員してんのそれ。親族爆笑。うわぁ嘘と思って俺。親族強えな、マジで。向こうの親戚で僕ちょっと有名ですもん。すごいなあ。あの結婚式もすごいびっくりしたな。もうみんな知ってんのと思って、うん、すごいですね。いやー面白いなあ。何プレイだよ、本当そうですね。何プレイっていうか、そうですね、もうでも本当平成最後にふさわしいあれだったっす ね、 ね、そうですね、エピソードが。その時期あってからもうあの数々のクズたちが寄ってくるんですよ。見つけた。話聞きましたよ。なるほど。なるほど。匂い嗅ぎつけて。クズの総大将になってた。あんたクズですね。嘘みたいな本当の話ってあるんですよ。ねえ、ほんとに。嘘みたい。これ番組だからもうちょっとあれですけど、もう少し最後まで、もう少し細かく話せるんですよ。気になる。結構ざっくり、これでもざっくり話しました。傷つく人がいますからね。この話も。知らずにその結婚式行ったら混乱するよね。混乱しますよ、それ。あのジョークが俺は知ってたからさ、びっくりするじゃない。これで笑うの、この人たちって思うじゃない。でも知らない人たちもいるじゃない。その事件を言い訳するんですか。言い訳するんですか。もうそんな別に昨日の友達とか。まあでもそこまでギャグにするなら、あのエピソードの動画とかあるじゃないですか、その。あれでもう出してほしかったっすよね。もうその女性が立ってるシーンとか、奥さんが泣いてるシーンとか。PV みたいな感じ。再現 再現 VTR 作ろうかな。おたかつかと。そこまでもうみんながネタにしてんだったら。うん、確かに。こんなこともありました。ありました。できない。できんわ。そんなんできんわっつって。なんでなんでの俺の顔前で。プロジェクションマッピングね、確かに。産もうよ。元気な子産もうよ。一番なんか力が入ってない言葉ですよ。結婚式で呼べるか、その子。ブックリン。呼べるか、そんなもん、あの子。もう誰も連絡先知らんわ。いやー面白いですね。すごい。まあでも、まあでもまあ、まだまだみつくんの半分。まあ、いっぱいありますよ。だから言えないやつがまだあるんで。あら、そうですね。言えない。そうなんですよね。あります、あります。それって全部お酒飲んだ時なんですか？全部そうなんですよ。そうだよね。そうだよね。全部酒なんですよね。知らんなんだ。知らんではない。別に暴れたり、暴れないですよ。そんな喧嘩したりとかあんましないけどね。ただただまあ本人が迷惑をかけるという、かける人に。別に暴れたりしないですよ。すげえ今刺さりました。暴れたりしない、暴れたりしないし、はい。いいです。でも優しいところもありますから。いいですね。あの周りの人が本当に、あの手足していただける。愛されてますね。いや、でも、こういう人がいるから面白いんですよね、人生って。いやいや、もうそうなんです。人生って。すごい。こうやって喋れるだけで、なんかもう一個の、もうね、はい、話題じゃないですか。普通に、
あの勉強だけして会社入ってってこう、ね、じゃ残業して今日忙しかったなの毎日だけやってたら、もうこんな会話になんないですから。身につくには出ない。身につくには出ない。そうだからやっぱこういうエピソードを喋らせてくれる三津くんにリスペクトという話をまとめて一旦コマーシャルに行きます。一旦コマーシャルに行きましょう。はいです。全ての人に最適な選択と言ってくれる会社を目指して、集まれジョブパップ。はい、どうもただいまです。です。アミちゃん気づいたら知らない隣に知らない人が寝てて、え、自分の知らない人って、これ話続くあれだよね、話が続く流れだよね、これ、うん、寝てて、そこから何みたいな、ね、うん、そうだね、うん、そうですね、確かに隣でもしかしたらなんか、うん、いろんなことやってたかもしれないですね。そうね、四、うん、コンだったとか、手芸やってたとか、手芸怖っ。知らない人が隣で手芸してたら起こすわけでもなく怖っ。起きたんいつからいつから取られて手芸してたの。起きたん今日だけですよね、いるのは。やったのかやってないか、ああはいはいね、やったのかやってないか分からないね。手芸用ですよね、だから手芸ですね、うん、手芸の話、手芸用、手芸の話です。はい、あ、そっか。ヒカルンはそういうことはあんまり、お酒の失敗談は、うんうん、でもやっぱり飲んで楽しくなっちゃうとみんなを返さない説、やっぱ困っちゃうな。記憶なくなりました、ある、記憶なくなったことないかもしれない。あ、今んとこね、全部あって、うんうん、いいね、帰らないでってやっちゃうから、みんな、うん、ピースフルな飲み方、うん、ピースフルかもしれない。ピースフルでした、うん、なんかいいピースだ、ピース、うん、ピースピース、いや、ヒカルはピースでしょ、うん、ピースでもみんなすげーって酒ゲーなんですね。確かに、うん、なるほど、手芸じゃなくてね、酒ゲーとして、それは手芸だ。Q さんもさすがですね、みんな。Q さんコメントあっての俺たちだね。本当にありがたいですね。あ、マーライオンですね、そっか、いや、ヒカルもね、うん、でも逆にルー君は、確かに僕は結構強そう、1位の自分の、まあ、言える範囲の、あ、なんだろうな、いや、僕でも記憶なくすんですけど、基本ニコニコするじゃないですか。そうですよね。あんまりなんかその次の日になって、うーわーちょっとやりすぎたわとか思ってるんですけど、なんか電話すると、うん、いやそんなことなかったよって言われるというか、なんか自分的には記憶なくなっちゃったからなんか絶対やってるってなるんですけど、あんまそこまでのことやってない、なんかあんま面白いエピソードがないですね、多分。面白いエピソードっていうのは、うん、その時人にどんだけ迷惑その時どんだけ迷惑をかけたかっていうのが、迷惑をかければかけるほど面白いエピソードになるんですか。後からね、後からね、そう、はい、でその時はすごいあれだけど、うん、その人はもうはぁってなってますけど、被害者はね、1年後にはもう面白い話、被害者ですら笑ってる場合が、笑ってるかもう二度と会ってないから、そう、いや、あんまりだからないかな、確かにそんな、そうですね、はい、まあ、イメージ的にも、はい、そうですね、そうね、だってミツさんにこうやって蹴られたりしてもうこうやって一生瓶持ってるさ、うわってこう一気飲みして忘れようとしてるっていう、ちょっと泣いてたっていう話、もうその場で悔しくてもう俺我慢してる、初めてみんなで旅行に行って、うん、俺が喧嘩したらみんな楽しくねえよなって
ってなったんですよ。で我慢しなきゃっつって、これはもう我慢しようっつって。今その像みたいな。何の話なんですか、ね、それもだって PV 作ってほしいです、うん、俺がもうボコボコ殴られたからうわーなんでなんだこれってなった全部 PV になる。結構初対面に近かったんですよね。そういや結構そのぐらいの そ,、ね、そのぐらいに近い感じなんですよね、はい、初対面で、いや初めての旅行だし、なんか俺が空気ぶち壊すのも、うん、もちろんもうむちゃくちゃな空気にはなってんだよ、うん、そのだって暴れてるから、はい、むちゃくちゃ空気になってるけど、あの布団の上でな、そう、何もこもなんかもうサイマンさんとかもう飛び蹴りとかもうされたのがもうむちゃくちゃなってんだけど、でもここで俺が喧嘩したら、そうダメだって、そこ痛かった、そしたらもうレイさん守りたい参上とかそうミツさんと戦っちゃう。翌日あのキョトンとした顔でユウくんおはようってそうなんだよな、いやいやまあでももう俺も忘れてるんですよ、その次の日は。えなんか修学旅行ベロベロになってるから、修学旅行の枕投げみたいな感覚ってことですよ。あまあそういうことなんですかね、まあ、あの立ちの悪いちょっと待って、いろんなエピソードが出てきた、うん、飲みに行くと知らないうちに連絡先交換しててめっちゃ LINE の友達増えてたりする。すごい、なるほどね、まあ、ピースですね。アミちゃん飲もうって言ってますよ、ね、うんうん、あれはエピソードじゃないですね LINE 知りたいだけですね、羨ましい、はい、ピースなんだ。親友はちゃんと家に帰らないと、でタクシーに乗って帰って畑ね、畑、私でも家にいるのお隣さんに残された。Q さんぜひ読み聞き、いやなんすかラブラブすんのやめてくんないですか、そうそうコメント欄で、はい、確かになんかツイッターとかでやってくんないですかもラブラブすんの BGM 負けないで、ね、もう負けてますけどね、いやいやいや、ニコちゃんの可愛いですね絵文字、うん、はいはいはい、畑で、ね、あのさ俺たちさ、うん、東京で酔い潰れてるじゃないですか、はい、だからいいけど、はい、そのなんつうの、うん、札幌とかで畑とかでってことやったら死ぬでしょ、ますよ、ね、死ぬじゃん、冬場だって、俺たち東京も死なないじゃない、なんていうかそこまで、まあ寒い日は寒いけど、道路で寝た経験あるんですか慎吾さんって、うん、あんま寝ようと思って寝たことありますよ、うん、そうなんだ、もうあの若い頃に、はい、もうオールして、うん、もう終電もないし、うん、もう寝ちまいみたいな。でもこの前僕高田の中行った時、はい、フランス人がもうあの、ね、酔っ払ってあ、ね、飲みちゃうんですね。フランス人がフランス人あの上に行って死にたくない死にたくない、私はもう日本語で、もう日本語で片言の日本語で、私にもしもう何かがあったらお父さんとお母さんに幸せでしたと伝えてください幸せでって言って日本でもうガチガチ震えながら、はい、なね、またあのあれですね、コスプレはい、はい で、あの一緒にあの行きました病院まで。リアルゾンビだった。でそいつお金持ってなくて、はい、大変だったですよ。ルイが保証人になるって話ずっと拒んだっていう絶対払わないじゃん、だってもうだってフランス帰っちゃうんだから払わないですよ、絶対払わないじゃん、で俺保証人は嫌だ保証人は嫌だそうだよね、ついてきたけど保証人は嫌だ優しいな、病院までついてったの、うん、優しい、そうなんですよ、たまにあれ保険入ってないから LA 金額言ってんすよそうだよ ね、この人が払えないって言ってんだけど、うん、あんたなんとかなんねえかって言われてる、病院の人ですか、いやいや嫌だよフランス帰るとフランス人なんだからその日一日スタッフだったんですよ。一日スタッフで誰かは救急車に一応乗らなきゃいけないっつって、お客さんたちはみんなもう嫌だよっつって、ね、そんなの。まあそうですね。でスタッフ、ミツ君ももう俺ももう途中で、ね、俺はもうちょっと、俺はちょっといやいやもうじゃあもう行くけど、うん、お金だけはと思って。
払いたくないよと思って。朝10時ぐらい。10、いやいや、10、家帰ったら、まあ、確かに10時ぐらいだったんですよ。朝の。払ってないですよね、多分ね、あれね。いや、多分入って払ってないと思います。連絡来ました？来てないですよ、あれから。あららら。だからもう払ってないですよ。払ってないです、ね。はい、払ってなかったら来るんじゃないの？電話が。だもう保証人になってないです。払ってないから言ってもらえない。セーフですね。できないですよね。ね、そうそう、保険に入らないらしいんですよ、もう。入らないというか、俺も海外行くとき入らないよ。え？でも大体ついてないですか？うん、入ってる保険とかに。入らない。あ、そうなんですか。断る。え、だって結構高くないですか？入んなかったら。病気にならなくない？3日ぐらいで。ああ。でもサイパン行ったとき、ギャングに殺されそうになったじゃないですか。保険降りないでしょ、あれ。こっちからヒロコ振ってるからそんなことあったんですか。明らかに絶対銃持ってるやつに殺されそうになったじゃないですか。そう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 、あの銃撃の弾丸女がいる、うん、弾丸女、うん、あいつ OK しか言ってなかったもんね。あのあー OK 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 お前絶対殺されるよこれこの流れっていうすごい、めちゃめちゃ海外行ってますね。うん、カラオケ行きましょうか。そうですね。カラオケ行きましょうか。そろそろ。はい。2時間も時間ですし。はい。今日はね、長い間、ちょっとあの。あ、そう、2時間スペシャルだった。そうですね。長い間お付き合いいただいてありがとうございますね。ありがとうございます。カラオケ行って、ちょっと喋って、はい、終わり。みんなで乾杯して。はい。姫パパ、今日長くすいませんね。すいません。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい、クリスマスソングをちょっと今日は。はい。サザンオールスターズからプレゼントしようかなと思います。おー、サザンの関さん、サザンの関さん、なんで、ね、クリスマスタイムフォーエバーっていうね、あまりそのなんていうんですかね、シングルカットされてないような、はい、アルバムの、まあ、名曲みたいな。そうそうそう、誰の歌ですか。サザンオールスターズ、ね、サザンオールスターズ、はい、僕じゃあちょっとその間にトイレ行って。あ、もう一回。あれ、じゃあもう行ってくれ、行ってくれ。全員全員いなくなるっていうパターン。初めての全員一回いなくなるパターンやってました。俺がカラオケやったらやってるから。はい。二人ずつも出した。お前らちょっと正面行ってくれよ。じゃあ、はい、みんなトイレに行くというパターンで、じゃあ。うん、つかトイレ一個しかないからね。はい、みんなで行ってもあれだぜ。行けないですけど。ちょっとカラオケを。はい、まあ2時間もね、飲んでるからトイレ行きたくなるよね。トイレ行きたく、ずっと行きたかったんです、うん、実は。うん、まあ分かる分かる。そういうわけで、僕一人、あ、姫いた、ありがとう、姫。姫がいてくれた。姫のうちに席へ。姫座ってて。そうそう、一人でさあれだと寂しいでしょ、俺も。じゃあ、さゆりさん、カラオケを、スタートしてもらっていいですか。一応ね、姫にも聞こえるように、これ、いや、ヘッドホンこっち向けてる。生声になっちゃうんでね。姫座った。クリスマスっぽいんですよ、曲がとっても。空は悲しみ溢れて、儚い命の涙できらめく。地上の天使がささやく真実、奴は塔だらけの翼に託して、素敵な過去だけがよみがえる、永遠なく愛なく Sunshine
got to walk now. Love オールスターズナンバーからクリスマスタイムフォーエバーという曲ですね。ありがとうございました姫。ありがとう、寂しかった、よかった姫いて姫、せっかくだから座ってやります。残り10分どうします。いや、行きますか。はい、お願いします。いいですか。あー、おかえりなさい、おかえりなさい。ただいまです。トイレ混んでた。トイレ結構混んじゃった。あ、マイクしちゃった。混んじゃってます。そっちそっち。サンが。もうそっちそっちで。あとあとも残ってるし立てばいいんだから。うん、そっちそっち。そっち。で最後の最後のそっちから回れる、回れないよね。はい。じゃあ後ろ後ろ後ろ。あ、そっち通れる？はい。喋っていいんだよ。姫が喋んないだけで。いや今トイレで、うん、あのトイレみんなで行ったじゃないですか。うん、でまあ一個しかないんで順番だったんですけど、うん、あのヒカルンと、うん、どっちが先かというので、そうレディファースト、レディファースト揉めるじゃないですか。うん、いやそれでいやもちろん僕はあレディファーストと言うんですけど、はい、女性に対して、うん、先にどうぞっていうのは同じトイレ使うわけですから、うん、なんか。恥ずかしい。女性の後のトイレっていうのもなんかちょっと気使うじゃないですか。まあ、ね、あ、なるほど。どっちがこれ正解なのかを僕分かんなくて、はい、っていう話をヒータンにしたら、うん、じゃあヒータンが歌うんで乗っててくださいって言うんでヒータントイレから歌ってくれてたの。だからずっとだからヒータンが桃色クローバー Z 歌ってくれてて僕あのドアの前でフーフなんかね、音流れないです。音姫、音姫、音姫の感じで。サルさん、あの正解は俺だの文字を消し、はい、消してくれますか、はい、サルさん。音ヒーターになってます。音ヒーターのやつ。音ヒーターで、はい、今日も本当に。夏場って言うな。ヒーターだよ。ヒーターだよ。これやってました。トイレで行かない、はい、うん、結構うざいっすね。そんなこと言わない。ごめんごめん、言わない、なすごい大変ですよそれ。付き合ってくれるんですよ。今このお酒、あれだ、体冷えるから氷入れないタイプだ。あ、冷え性です。なるほどね。今乾杯しよう、乾杯しよう。冷えちゃうとね。姫、珍しいですね、座って飲むの。今日も忘年会だから。忘年会ということで、ルイ君座る場所なくなっちゃった。あ、僕全部大丈夫です。全然。もう今日あとね、5分ぐらいですからね。え、はい、あ、そうだ、今日拡大ですね。やってくれんの姫、ごめん。あ、ありがとうございます。え、あれ、みんな聞きたいことあるんですけど、はいはい、あの、年越しはどう過ごすんですか。みんな決まってます。僕はお店です。お店、あ、バーやってるんで、はいはい、高田のシーナーで、そうですよね、はい、高田のボーバーの毎年毎年、僕も毎年家でテレビ見てますね。え、じゃあ、ルーさん、そう、ルータンだよ。ルータン。今年ちょっと雷神が楽しみですね。ああ、天使？あの天使。ナスカ天使のメイウェザー。もうやっぱ大好きなんで。ああ、そう。ああ、それはやばいね。堀口の試合も結構。堀口もあるの？あるんですよ。堀口もあるんだ。別のあのベラドールっていうところのチャンピオンと。あら、そう。はい。結構それもすごいらしいです。ヒカルンは？私はカウントダウンライブです。渋谷で、渋谷のニューデセオでやるから、もうルータも来てほしいし、みんな来てね。すごい。ライブやります、カウントダウン。ライブやって朝どうしようと思って、やっぱ築地で朝飯食べたいなって、どっちの築地？混んでる、どっちの築地？どっちの新しい方ですか？あ、そう、新しい。それ豊洲でしょ？え、豊洲、そうそうそう。あ、そうだ、間違えちゃった。豊洲に行って、築地の方がクオリティ高い、やっぱり。え、そうなんですか。あの商店街、商店街の、はい、ねー、行ったことないですよね。朝からみんなで行ったらいいです。あ、朝はもうバー閉めてますか。あ、閉めてます、閉めてます。あ、そしたら豊洲にみんなで 2,3 時ぐらいまでやって、その時来てるお客さんと一緒に
大抵であの花園神社かなんか行きますけどね、うん、毎回新宿の、はい、確かに神社は行きたいですね、うん、結構花園もやっぱ人すごいですよね、うん、うん、人すごい、西に行っても 3,40 分並ぶんじゃないかな、あの、うん、まあ、お参り、はい、あのお参りとかするのに、はい、うん、でも来年また木曜日出たいな、いやもう来てください来てください、やったー、今年レオさん今年は都内のホテルでフレンチフルコースだって、VIP セレブですね、ね、はい、そんなさ大晦日にフレンチ食う必要ある？そうですね、レオさんどうしたんそれ、あと年越しそば、どういう流れでそういう話になったんそれ、普段からフレンチ食べてる可能性もあるんですけど、あ、そういうことか、はいはいはい、フレンチフルコースを食べてるのかな、ニュートラルがフレンチなの、もう基本が、はい、あ、なるほどね、かっこいいなセレブだすごいフレンチ、あ、知り合いに誘われたので、あ、なるほどね、うん、おしゃれですね、フルコースって結構でもなんか、はい、何これってなりますよね、え、そうなんですか、なんていうかその、うん、ちょっとずつでだから、ね、ほんとちょっとずつ、やだやじゃないですか、でも気づいたらお腹いっぱいになってるんですよね、そうやっぱり、そう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 、え、もしかして肉なんてさどこで俺満たせばいいの、肉なんてこんなのじゃない、食べてみたい、綺麗みたいなやつ、ね、あの、まあ、ちょっとこのはこういう話するのどうかなと思うんですけど、はい、あの大塚のピンサロって3回転で2000円とか3000円とかなんですけど、で3回転っていうのは3人がつくんですよ、その30分でその間どこで抜くかっていう話なんですよ、何番目で3人つくんで、うん、でもう3人って決まってるんだ、はい、だからそれに近いですよね、だからフレンチは、フレンチ急に投げたやっぱそれに近いっていうか、どこでお腹いっぱいになるのっていうか、あーあー、なるほどね、じゃああれは気づいたらお腹いっぱいになってるわけでしょ、もうお前のその3回のやつはさ、どっかで、どっかで自分で分かってるじゃん、どっかでじゃなくて分かってるわけじゃん、あの子だっていうのが分かってるわけでしょいやいや、だって3人、いや最初に来た子が、うん、いや来た子っていうかもうおばあちゃんとかですよ、大塚だなんで、あ、そうなんだ、いや全員ですよ、だから本当におばあちゃんの子、そんなの何の話なの、おばあちゃんとかなんですけど、その中でも多少年が近い年配の方いるじゃないですか、そのあの近めの40ぐらいの70って見せたら40分かるもんね、その40をあ今だと思ってそこで行かなきゃいけないのか、次あるかも、次もいいのか、もしかしたら次30来るかもしれないのに、そういう話でだ、フレンチ出せばフレンチ振り込むってそういう話ですよね、すごいな、でここでお腹いっぱいにしていいものかという、違う、全然話全然違う、うまく言えないけどそれ話違うなんて今のそういうことじゃないですね、あ、なんかあそこでさ、キューとアミちゃんが出来上がってきたんだよ、なんなんすか、あ、連絡先後ほどから交換するんですか、そうだね、多分ベッドからね、キューさん、ああいうことしてる、はい、バイバイ、もうバイバイだね、バイバイだ、ほら姫怒ってるよじゃあ部屋取るわ、姫ちゃん、怒だよ、そうだよ、そりゃそうだよな、うん、あ、そうだ、キューさんって姫さんに恋してるんですよね、そうだね、大体そうだ、うん、まあ、姫帰るときさっと帰るけどね、お疲れっすーって前回もすねてましたもんね、なんか俺だけ触っちゃいけないルールに変わってないみたいな、ちょっと遊んだんだよね、あれね、先週ね、急にやきもち焼くのかなみたいな、なんか姫さんめっちゃいい匂いするんですけど、なんだ、いや、そうなんだよね、そう、あ、ね、なんで嫌うの、やだ、嫌わないで あ、姫、光る NG? ね、それ聞くさい、ね、そう、待って、息臭くないでしょ、大丈夫、息臭い、じゃあもうそろそろ閉めましょうか、終わっちゃいます、パパのドリンクも見たいしね、はいはい、うん、これさ、お酒持ってるみんな、はい、持ってます、俺ちょっとさ、ちょうだいちょっと半分ぐらい、はい、半分ぐらいちょうだい、はい、パパ、いけますよ、今日、はい、なんか、パパも機嫌悪いのかな、ね、2時間やってるから疲れてんだ、あ、でも年末ですから疲れてんだ、ファイナルの、うん、ファイナルのドリンク持ってきてるんじゃないですか、今日はファイナルドリンク、はい、2018年、最後のドリンクがいます、はい、今年、今日は何で、今年最後の抹茶ジェリーでございます、何それ、抹茶ジェリー、抹茶ジェリー、え、抹茶のゼリー、あ、えゼリーじゃなくてジェリー、ジェリーです、見たことない、
黒蜜、黒蜜に書いてあるよ。黒蜜入るのこれ。やばそうじゃないですか。ちょっといいですか、黒蜜、黒蜜入んの。甘いんすね。黒蜜さん、あ、入ってた。黒蜜さん、これ、何グラムあるの。え、どこで見つけてくるんですか、ポポさん。いつもすごすぎ。これを探すのにはね、はい、あのスーパーを3軒回りました、ね。やっぱ年末だしということで、まあ、そうです、そうです、ね、絶対見たことないであろうやつを、はい、誰も飲んだことがないやつ、黒糖蜜入り、黒糖蜜入りなのに60カロ70カロリーぐらいしかないですよ。黒蜜どんだけ少ないんですか。なカロリーマジで相殺されてんじゃないですか。なるほど、あ、抹茶で減るからね。抹茶なんてカロリーマイナスでしょ。だってあれそうなんすか、マイナスでしょ。あんな消費するカリウムが 100mg も入ってる。そうでしょ、なんかいろいろ成分気になるよね。カリウムが入ってることは塩分を取ってくれるってことですよね。つまりシェイクして痩せるんだ。じゃあ痩せるんだ、うん、やっぱり原材料名の一番最初に砂糖って書いてますからね。あー、糖質だわ。姫を笑った顔特に可愛いだって振ってブルゼリーからちょっとそういう飲めるような感じ、ね、姫が嫌がってるから、姫の頭に当たりそうじゃないの、これが。危ない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 。雑だな。特に、皆様、今年一年ありがとうございました。お付き合いありがとうございました。番組ありがとうございました。来年も、はい、続けようと思ってますんで、はい、みんな力尽きるまでお付き合いください。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな番組をね、楽しみに見てくれてる皆さんにもすごく感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来年も一つよろしくお願いします。お願いします。ということで乾杯で締めさせていただきたいと思います。グラスを持ってる人は、お酒持ってる人は持ってください。はーい。2018年お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。今日長い時間すいませんでした。ありがとうございま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 した。来年は1月3日から放送いたします、木曜日。ねえ、やっちゃう。よろしくお願いします。飲んだ、飲んだ、飲んだ。え、ゼリー、寒天になってる、ちゃんと。あの、黒蜜の薄いゼリーの上に抹茶の粉かけたみたいな。もう、書いてある通りの味がするんですね。姫の一番可愛いの、幼い服なんで。それでは、皆さんありがとうございました。今年もお世話になりました。来年も一つよろしくお願いします。お願いします。それでは皆様、良いお年を。良いお年を。ありがとうございました。